本日は文化庁現代アートワークショップにご参加くださいまして誠にありがとうございますセッションさんの開催に先立ちましてご覧いただいておりますウェビナーの機能につきましてご案内させていただきます本ウェビナーは日英同時通訳で配信していますズーム画面下にある通訳ボタンでご希望の言語を選択してください オリジナル音声、日本語、英語を選択できます。また配信中は Q&A 機能をご利用いただけます。テキストでのご質問は Q&A 機能からお送りください。オンライン視聴されている方で、音声でのご発言をご希望の方は、Q、Q&A に発言希望とご記入の上、お名前、発言詞を投稿していただき、 モデレーターから発言許可の出た方はお話しください。手を挙げる機能及びチャットによる投稿はご利用いただけません。また視聴者の皆様へお願いです。本日のプログラムは2月上旬にアートプラットフォームジャパンウェブサイト上でアーカイブ動画を公開予定です。本日の配信の録画、録音、キャプチャーなどはご遠慮いただけますようお願いいたします。 それではただいまよりセッション3ポストパンデミック時代における展覧会づくり手法の可能性を始めさせていただきます。本日のモデレーターは文化庁アートプラットフォーム事業のステアリングコミッティである日本現代アート委員会より美術評論キュレーターの神谷幸恵様です。本日はニューヨークからのご登壇です。それでは神谷様どうぞよろしくお願いいたします。 ご紹介ありがとうございました。文化庁現代アートワークショップセッション3のモデレーターを務めさせていただきます。神谷幸恵です。このワークショップは2018年度に指導した文化庁アートプラットフォーム事業の一つとして、アートを通じた国際的人的相互ネットワークの構築を目指し行われるものです。本セッションでは、ポストパンデミック時代における展覧会づくり、手法の可能性と題し、特にタイムベースメディア、 つまり、フィルム、ビデオ、パフォーマンスといった表現メディアを中心にした展覧会、プログラムを実践している日米のスペシャリスト4名にご登壇いただきます。それぞれが手掛けられた展覧会を、これらの、これからのポストパンデミック時代に考える実,実践的な展覧会のケーススタディとして発表いただき、その後、ディスカッションを行っていきたいと思います。スタートに先立って、このコロナ禍 オンサイトとオンライ,ン,ラインをつないで、こうした話し合いの場を実現してくださった文化庁アートプラットフォーム事,業あ事務局の皆さん、えー、主催くださった文化庁の方々、えー、開催に向けてサポートしてくださった皆さんに深くお礼申し上げます。また、朝一番であろう日本、えー、こちら、金曜の晩になりますアメリカからえ登壇を開諾くださったスピーカーの皆さんにも、深くえ感謝いたします。 今こちら、アメリカ東海岸はブリザード予報が出ていて、えー、吹雪がこれからやってくる、えー、予報です、えー。悪天候ならば、こうした一晩で何、えー、とかなりますが、えー、長引くコロナ禍、えー、人と物の移動を大きく阻んで私たちの日常を大きく変えました。展覧会作りにおいても大きな変化と、えー、変更を余儀なくし、思考の転換、さまざまな課題を希望にしたといえます。 作品借用や輸送の予定が立たないとかアーティストやクーリエの渡航ができないとかこう上げればきりのないネガティブな面も様々ありますけれども一方でサステイナブルな展覧会のあり方国際展のエコシステムを考えるという棚上げにしていた課題を考える契機になったともいえます本セッションではアメリカフィラデルフィアニューヨーク東京福岡をつないで ポストパンデミック時代の展覧会メイキングの可能性について、タイムベーストメディアを取り扱う展覧会に注目してみ、えー、たいと思っています。スピーカーは4名。コラボラティブ・カタログインジャパン、エクセクティブ・ディレクターの足立杏さん。東京都写真美術館学芸員、田坂博子さん。ニューヨーク近代美術館メディア・パフォーマンス部門、アソシエート・キュレーターのエリカ・ペーパーミック・シミツさん。 国立国際美術館主任研究員の橋本敦さんですこれから2時間半のちょっと長丁場になりますが簡単にセッションのタイムテーブルをお伝えしますまず4人の登壇の方に各15分から20分ご発表いただきます続いて日本時間の午前11時頃、ろアメリカ東海岸では午後9時を目指して発表を受けてのディスカッションに入りたいと思います ご発表に対していろいろ質問出てくると思いますがこちらは Q&A の方に書いてお送りください後半のディスカッションの時間帯にお答えいただきたいというふうに思います福岡会場にいらっしゃる方は挙手して直接ディスカッションにもご参加いただけますでは早速プレゼンテーションに移りたいと思いますまず最初のスピーカー足立ンさんをご紹介させてください さん、日本の実験的な映像作品の保存とアーカイブを支援するヒゲリ団体フィ,アフィラデルフィアを拠点にしたコラボリティブ・カタロギング・ジャパンエクゼクティブ・ディレクターです。前職のニューヨーク・近代美術館ではグローバルな研究・イニシアティブ事業を運営する CMAP のご担当でそれ以前にはビデオアートのアーカイブとディストリビューションを行うエレクトリック・アーツ・イン インターミックス EAI で日本の実験映像作品の上映と出版、バイタルセミナルを2009年に企画していらっしゃいます。日本のメディアアーカイブに関する講演や執筆を、えー、日本、世界中で行っていらっしゃいます、えー。では、マイクの方をアンサーに渡します。どうぞ、発表もよろしくお願いします。ありがとうございます。聞こえますね。えー、っと、神谷さん、ありがとうございます。 えー、皆様おはようございます。フィラデルフィアで運営しているコラボラティブ・カタロギング・ジャパン CCJ という非営利団体の代表を務めている足立あんと申します。今日は神谷幸恵さんのご招待によってこの文化庁現代アートワークショップのシンポジウムに参加できることを大変光栄に思っております。文化庁の土井さんとその、えー、事務局のチームの方々にもお礼を申し上げます。 パンデミックエラーでの展覧の試みというトピックということで、2020年、2021年に行った企画を中心にお話しさせていただきたいのですが、CCJ にとってどういう影響があったのかシェアさせていただきます。この背景にはデジタルコンテンツを提供し、より多くの方に作品や活動を知っていただくことで、CCJ のメインのミッションとしている保存へのサポートにつなげるという仕組みがあります。 我々の活動の上でアクセスと保存は相互関係を持っていると考えています。この考えについては、最初の方にご紹介させていただき、最初の方にご紹介させていただきますが、まずは、えー、とスライドを、次のスライドをお願いします。主要なケーススタイディとして20、2020年、あ、テキストが出てないですね。すみません。<laughs> あー パワーポイントのテキストが出ていないようですが、えー、っと、まあ、主要なケーススタディとして、2020年にアメリカブルックリンの Pioneer Works という会場で公開させていただいた、More Than Cinema、ジョン・ノーチ・モトハル、ケイチ・タナミという展覧会についてご紹介いたします。えー、っと、事務局の方、もしよろしければ PDF の方を試していただいてもよろしいでしょうか。テキストが出るかもしれないです。 えー、先ほど見ていただいた写真ですけれども、えー、元の、えー、展覧会の More Than Cinema、城之内元春、圭一田波というあパイオニアワークスで2020年に行った展覧会の元の企画は Japanese Expanded Cinema という2017年の研究企画で始まり、最終結果は展覧会ではなく、 保存や作家との作品についてのヒアリング、また、キューレーターやアーキビストと展覧方法などを伺うことが内容でした。CCJ のコアメンバーの平沢剛さん、ジュリアン・ロスさん、そして田坂博子さんの3名は、すでに東京都写真美術館の2018年に展覧を予定されていたエクスパンデントシ,シネマの企画に取り掛かっていました。で CCJ で得たグラントは、そのコアメンバー方がすでに研究をされていた課題をサポートする、さらに掘り下げるという目標で活用する予定でした。この写真では2017年に行ったニューヨークでの調査の風景です。ニューヨーク近代美術館モマでは、監査バターのピーター・レクシックやスチューアート・コンマーさんらのお話を,させお話を伺い、 もまでのタイムベースメディア作品の展覧やカンサーベーション方法などについてお話しいただきました。また、ニューヨーク大学では我々がプレゼンテーションをして大学の方々と議論する時間を持たせていただきました。ああ次のスライドお願いします。この。<laughs> このようにしてキューレーター、アーキビストなどとインタビューを行い、また日本でも平沢さんと田坂さん、そしてジュリアンもあインタビューを行いました。このインタビューはビデオやトランスクリプションとして CCJ のウェブサイトで現在も公開されています。保存やデジタル化はこの時期に進めた企画で、 人材のネットワークを構築できたので、2021年になってパンデミックで日本へ移動できなくても、日米のアーキビストとの関係ができていたので、スムーズに企画を進めることが可能でした。CCJ の事業の一つ、2016年から行ってきたプロフェッショナルエクスチェンジも、パンデミックに向けての基盤づくりに貢献していました。こちらについてはまた後ほどご紹介いたします。保存の内容ですが、 こちらに出ている宮井陸郎さんのシャドウの調査は主に日本で行い広さ、平沢さんが研究者としてリードして、アーカイブ側では株式会社イマジカ社の方、フィルム作家の鈴木昭弘さんという方、そしてアメリカからはアントロジー・フィルム・アーカイブというフィルムアーカイブのアーキビスト、ジョン・クラックスマンがアドバイザーとなり、技術的なことを議論しながら最終的にこの作品に最善な保存方法でフィルムを復元しました。 この成果物、新しく制作したアーカイブ素材は東京都写真美術館へ寄贈させていただきました。CCJ はアーカイブではないので制作した素材はアーカイブ機関とパートナーシップを組み保存素材を安定した環境で保管しております。そして田波慶一さんの人間模様は2018年にコレクションサーベイとプロフェッショナルエクシェンジの調査をもとに保存しました。 制作したネガやプリントはニューヨークのモマに寄贈して保存していただいています。こちらについてもまた後ほど詳しくお話しさせていただきます。また保存だけではなく研究のサポートとしてデジタル化も CCJ では行っております。城之内元春さんの作品のデジタル化についても後ほど詳しく紹介いたします。このほか この Expanded Cinema の企画の中では CCJ の初めての出版本 Japanese Expanded Cinema and Intermedia Critical Texts of the 1960s という Expanded Cinema や Intermedia に関する論集を英訳した本をベルリンのアーカイブブックス社より出版しました。そして他の関連エンも CCJ のウェブサイトで公開しています。そして上記でご紹介した保存やデジタル化に デジタル化した作品を発表するという趣旨で、展覧会も企画をしました。それがモールデンスネマ展です。次のスライドをお願いします。展覧会のお話の前に、我々のアクセスのミッションに関わる安土修造、ガリバーさんとのプロジェクトについても少々お話しさせていただきたいと思います。モルデンスネマあ点と同時期に企画を手伝わせていただいたニューヨーク近代美術館もまでは。 ガリバーさんの Cinematic Illumination という大規模な18台のスライドプロジェクションの作品の展覧がありました。ガリバーさんとはフィラデルフィアであ2017年に行ったアーティストトークを通してお仕事をさせていただき、そして田坂さんが写真美術館のエクスパンデッドシネマ店で展覧した Cinematic Illumination を CCJ では保存の観点から見て 東京都写真美術館のコピーの他にもう一つ制作できたら安心そして日本以外のオーディエンスによるアクセス層が増えると考えモマに保存・展覧そしてクッションについてアプローチさせていただきましたその結果実行していただき2020年に我々の展覧会と同時期に開催する予定を立てましたまたガリバーさんはモーダン・シネマ展のパフォーマンスイベントのアーティストとして そしてこれ以外にもフィラデルフィアのハバフォード大学でのプロジェクトも同時進行して同じく2020年の春にはハバフォード大学のギャラリーでのガリバーさんのソロ展覧および大学の学生との春学期にわたったプロジェクトも予定していましたパン,デパンデミックになってしまいソロ展覧会は残念ながらキャンセル学生とのプロジェクトはオンラインで実行するという形をとりました 次のスライドをお願いしますここで先ほどご紹介させていただいた総合的サポートするミッションについてお話しさせていただきます。CCJ は2015年に日本の実験映像作品、実験映画、ビデオアート、実験アニメーション、パフォーマンスの記録などを中心に1950年代から80年代に制作された保存の状態が危ない作品の保存を趣旨としています。 CCJ のミッションは三本柱から成り立っていまして、各ミッションは mutually supporting、相互的にサポートしていると考えています。まず、保存は CCJ のメインの授業で、これが進まないと作品が見れない、アクセスができない、研究ができないということで、保存活動が一番のファンデーションとなります。保存された作品は研究活動で見ていただいたり、 上映や展覧会で公開し、合わせて作品や作家について紹介することによって、日本の実験映像の歴史、レガシーをインターナショナルなオーディエンスに知ってもらう機会を作ります。また、オンライン上ではデータベースをまだプロトタイプですが、制作しましたので、データベースをお願いします。こちらからも日本の実験映像作品について、また、 その作品のコレクション先や保存状態も把握できるリソースとなっています。これらの研究やアクセスが増えることによって作品や作家あじ、事件映像の歴史の認知度を高め、さらに今後の保存活動のサポートにつなげたいと考えています。こちらは、えー、とデータベースのプロトタイプです。まだ、えー、とワークインプログレスです、えー。じゃあ、スライドに戻ってください。 えと次のスライドでお願いします。パンデミックになってからデジタルのコンテンツを増やした結果、CCJ のオーディエンスの数が増えていますし、CCJ のストリーミングサイトを通してこれまで見られなかった作品などがインターナショナルのオーディエンスに、えー、紹介できるようになりました。より多くの研究者やキュレーターにしていただき、今後の展覧や他の作品の所蔵、保存につながることを目指しています。 次のスライドをお願いします。さて、モールデンスネマ展は2020年3月6日、金曜日にオープンされ、2ヶ月ほど展覧される予定でした。COVID による街の閉鎖は、この週末を挟んで月曜日、3月9日には発表され、この展覧会もわずか数日でクローズしてしまいました。次のスライドをお願いします。比較していたパフォーマンスイベントやブックランチ、 シンポジウムもすべてキャンセルされました。カナイカツちゃんやガリバーさんの渡米はなくなり、エクスパンデッドシネマのあるべきパフォーマンスの姿が見れなくなり、展覧はウェブサイトに移りました。出版本のブックランチは春のイベントはキャンセルされましたが、翌年2021年にモマにホストしていただき、ガリバーさんのシネマニックイル,イルミネーションのキューレーターソフィー・キャバラックスさんが オンラインイベントで CCJ の友達を幾人か集めてくださりリーディングを企画してくださいましたこの右上の写真がえっとリーディングに参加してくださった方々です次のスライドお願いしますこの展覧会は、えー、この写真でも見えますがエクスパンデッドシネマつまりフィルムをテーマにした企画でしたがフィルムプロジェクションだけでなくデジタルビデオとしても展覧しました フィルム素材を使用したインスタレーションは、城之内さんと田中美さんの作品、それぞれ一つずつ用意したのですが、城之内さんの作品は長めの尺で、ループには合わず、長期間の展示,に展示には向かないということで、デジタル版に変えました。一回性フィルムパフォーマンスやイベントとして当時発表された作品は、長期間のギャラリー展覧,展覧には向かず、 デジタル版で公開することが現実的でした。なので、パンデミックになる前からフィルムという物質性には離れなければならず、エクスパンデッドシネマの再現ではなく、アーカイブ的な展覧でした。エクスパンデッドシネマのパフォーマンス性は、先ほどお話しした金井勝さんとガリバーさんが登場するパフォーマンスイベントで補う予定でした。次のスライドお願いします。 アーカイブ性の強調は作品そのものの展示方法だけではなく、研究のプロセスとも関連していました。保存やデジタル化をする段階で、城野内元春さんのフィルム作品のカットポジを平沢さんが見つけました。城野内さんの作品、シェルタープラン、そしてドキュメント6.15は現在作品とされているバージョンがあり、今までも展覧されてきました。しかし、60年代当時は、 フィルムパフォーマンスとして公開されていたので、見つけたカットポジも当時のパフォーマンスに使われていた可能性があるという点が平沢さんの研究でした。よって展覧会では今まで発表されていて作品とされていた映像の横にこのように小さなモニターで今回デジタル化した未公開のフテージと一緒に展覧しました。左側にあるのがドキュメント6.15の作品と フッテーージが3つの小ささめなモニターで写されていますこの作品はハプニング的なイベントの中で上映され、スライドプロジェクションやライティングなどと重,、ね、重なり合っていたらしいので、現在公式とされている作品の他にもあ,ーあるフッテージも使われていた可能性があったようです。右側は大きいプロジェクションが城之内さんの帝国ホテルという帝国ホテルの解体をドキュメントした作品で、 ハイレッドセンターのイベント、シェルタープランは帝国ホテルで行われたので、シェルタープランのカットポジ映像を隣に展示しました。向こう側、写真には見えないんですけれども、この反対側にはシェルタープランの、えー、とフィルムプロジェクションを予定していましたが、えー、と結果、最終的にはデジタル版で、えーえー、上映しました。次のスライドお願いします。 アーカイブ資料の壁は、城之内さんのフロアと田波さんのフロア両方に用意しました。次のスライドお願いします。城之内さんのフロアでは、1960年初期のインターメディアをタイトルにしたイベントのパンフレットや議論、イベントの記録写真、城之内さんの本やスケッチブックも展示しました。次のスライドお願いします。 タナミさんのフロアではタナミさんのスケッチ、パフォーマンスの記録写真、タナミさんがデザインに関わったディスコ、キラ・ジョーズについて、トネ・ヤスナオさんによるマニフェストの英訳などを展示しました。次のスライドお願いします。CCJ で保存したタナミさんのせ作品、人間模様やジュリアン・ロスさんによるタナミさんとのインタビューも合わせました。次のスライドお願いします。先ほど、 お話ししたプロフェッショナルエクスチェンジ、コレクションサーベイですが、人間模様の保存には2018年に行った調査が元になっております。コレクションサーベイとプロフェッショナルエクスチェンジにニューヨークからアーキビストを2名招聘し、田中さんのコレクション調査,調査ではジュリアンとアーキビストのジョン・クラックスマンをがリードして行いました。 左上の写真はジョンとジュリアンと田中さんのスタジオの方がフィルムのカタロギングを行っている風景です。この調査の後でジョンはレポートを作成し、保存が緊急に必要な作品のリストも含めています。このリストをもとに CCJ ではファンドを受けるたびに少しずつ作品を保存させていただいています。このレポートは後でご紹介する 2021年の実験アニメーションの保存事業にも使用しました。2018年に調,あに調査を行ったので、パンデミック中でも保存しなければいけない作品のリストはすでに分かっていて、2018年にお会いした日本のアーキビストとの,との連携で、去年のパンデミック中でも日米のチームと一緒に保存作業を進めることができました。先ほどネットワークの重要性にも ついても触れましたが、この2018年の時は調査のほかにもプロフェッショナルエクシェンジのプログラムを組みました。右下の写真がプロフェッショナルエクシェンジのプログラムです。東京都写真美術館でのシンポジウムの参加や国立映画アーカイブの施設訪問などを通して、ニューヨークから訪れた2名のアーキビストと日本のアーキビストやキューレーター方の間で情報交換の機会を作りました。 えとウェブサイトをお願いします。展覧会のお話に戻りますが、パイオニアワークスは2020年3月9日に閉鎖して、その春から夏にかけて閉鎖したままでした。秋になってやっとリオープンの可能性が出てきて、9月にリオープンし、11月22日まで公開されました。閉鎖の間、CCJ ではこのように展覧風景と壁のテキストをウェブ上で公開し、また関連の これまでの CCJ の企画のウェブページへのリンクなども含め、デジタルならではのエキストラコンテンツを含めました。このページは今でもアクセスができます。はい、じゃあ、えっ、ー、と、スライドにも戻ってください。2020年はこのようにして終わり、2021年、 去年は新しアジアン・カルチャー・カンソル、ポーラ財団、そして東芝インターナショナル財団のサポートを受け、Interrogating Ecology 1970s Media and Art in Japan という70年代のメディアアートのグループ研究、そして実験アニメーションの調査、保存、上映の企画を進めることができました。 両方デジタル化や保存をしましたが、パンデミックの中でもこれまで構築してきた研究者、アーキビストのネットワークがすでにあったため、メールやオンラインミーティングを通して、日本、韓国、アメリカ、ヨーロッパのコラボレーター方と企画を進めることができました。例えば、左側の i n t ロ r g a t i n g Ecology の企画のコレクションの調査は、作家や著作,著作権保持者とのコミュニケーション でえー、コレクションについて、えー、情報を把握しまたそれを日本にいる研究者キュレーターやアーキビストが確認するというプロセス,とプロセスを使いました右側の実験アニメーションの企画は田上さんのさき先ほど震えた、えー、2018年のレポートを元に進めまた蒼月アートセンターのフィルムも日本在住の方々とのネットワークで調査と保存を進めました 次のスライドをお願いします。そして、これらのデジタル化や保存の成果はこのようにして、Interrogating Ecology の場合は去年、研究発表会やワークショップ、研究者による今井則夫さんとのインタビュー、及びオンライン上映プログラムの構成につながりました。実験アニメーションの企画は、今年2月にフィラデルフィアで保存した作品を上映する予定で、 柳原良平さんの「海鮮」という作品をデジタルレストアさせていただいたのでそのお披露目また田上さんの CCJ で保存した作品また保存には関わっていませんが栗王子さんのスタジオとのコラボレーションで彼のアニメーションおよび彼が行ったインタビュー作品を上映させていただくことになりました。 このイベントでは、クリサのインタビュー作品の対象となる篠原牛尾さんがニューヨーク在住なので、研究者トミー・レイさんとご一緒にフィラデルフィアに来ていただいて、上映後のトークをしていただくことになりました。このようにパンデミックの中でも、日本に行き来しなくても成果が出せることが分かり、今後の保存や調査のメソッドに影響を与えています。次のスライドお願いします。 この他にもパンデミックの中で生まれたストリーミングサイトを通してオンラインでの上映ができるようになりました。ストリーミングサイトのコストを少しでもカバーするためにもメンバーズ向けのコンテンツを用意し、毎月メンバーだけがアクセスできる作品も紹介しています。この他に先ほどお話しした Interrogating Ecology のシンポジウムはどこの国からでもオーディエンスが参加でき、 プラットフォームも Zoom だ,だけではなくスペーショルチャットというオンラインでもイベント後のレセプションタイムで個別のネットワーキングが可能なプラットフォームも試してみました次のスライドお願いしますまた Zoom を使いイザ前では旅費なしでは難しかった日本の作家とのインタビューやイベントも可能になりましたこのようにしてデジタルプラットフォームの利用で より多くのインターナショナルオーディエンスが CCJ のプログラムに参加していただいています。この勢いを今後のフィジカルなニーズ、保存企画につなげていきたいと思っております。次のスライドお願いします。長い間、ご視聴ありがとうございました。アンさん、どうもありがとうございます。えー、アンさんの、えー、プレゼンテーションから、えー、保存、リサーチ、 アクセスの必要性を強くいいてたただきました、えー、映像という複製メディアも複製に耐えうる強度のある保存をしなければリサーチや展示につながらないというあの非常にあの基本的な、えー、そしてあのスターティングポイントに立つあのご指摘をいただいてます、えー、また国際的ネットワークを相互サポートという形で役割分担を直して既に、えー、個人また美術館のレベルと、えー、構築なさっている、えー、そうしたあの状況も、えー、教えていただきました。 えー、次は、えー、アンさんのリポートの中にも、えー、ご登場なさいました田坂寛子さんに、えー、プレゼンテーションしていただきたいと思います。田坂寛子さん、えー、東京都写真美術館の学芸員でいらっしゃいます。えー、ただいま、えー、現在2月開催予定の第14回恵比寿映像祭の準備中で、えー、まさに展示最中ということで東京からオンラインでご,そあのご参加いただきます。主な展覧会企画に2012年映像をぐる冒険。 記録は可能か。2013年「高谷四郎明るい部屋」2016年「アピチャポンウィラセタ君亡霊たち」2017年「エクスパンデッドシネマ最高」などえび製造祭は2009年から、えー、ご担当なさっていますでは、えー、田,田塚さんの発表、えー、お願いいたします にお招きいただきどうもありがとうございます東京都写真美術館の田坂裕子です、えー、本日、えー、ポストパンデミック時代における展覧会作り手法の可能性ということで、えー、再現と創作というキータームで、えー、映像作品メディアと作品の展示と保存ということについて、えー、実際の展覧会を例にお話ししたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします えー、発表させていただきたいと思います、えー、今日あの実際に再現と創作ということで私自身が、えー、携わってきた2つの展覧会についてご紹介しながらこのテーマについてお話しできればと思っています2000年代以降、えー、欧米の美術館を中心にタイムベースとメディアを用いた美術作品の保存修復への関心が広がりを見せる中で 国内でもこの10年から15年間くらいで映像作品やメディアアート作品を保存修復する事例が増えてきています東京都写真美術館でも国内外の実例を調査しながら経年劣化によって再現が困難となっている写真や映像作品資料の保存修復デジタル化調査研究によるカタログ化などを行ってきました展覧会というのはこうした作品群を 対象としたアーカイブの実践的な方法を検証する成果であると同時に、えー、映像誌やメディアアート誌を再抗し常に今日的な問題提起と、えー、結びついています、えー、本発表では東京都写真美術館で開催したエクスパンデッドシネマ再高展、えー、2017年に、えー、開催した展覧会の事例を中心としながら、えー、コロナ禍で、えー、開催したエキソニモ展 えー、エキソニもアンンデッドリンク展2020年開催したものも参考事例として、えー、ご紹介しながらタイムベースのメディアを用いた美術作品を再現し、えー、創作という再現と創作という観点から、えー、考えることができないかなと思っています、えー、エクスパンデッドシネマ最高点は1960、えー、1年 年代半ば頃から欧米を中心に広がったエクスパンデッドシネマ、えー、拡張シネマと呼ばれる、えー、動向の日本における展開に焦点を当てた展示でしたエキソニモ展はコロナ禍の状況下で開催した日本のメディアアーティストデュオエキソニモによる個展になりますエクスパンデッドシネマ最高点では欧米中心となる 映像史の流れの中に日本で展開した事象を調査しながら位置づけることで、えー、その独自性を考察した展覧会でもあります、えー、実際にこの展覧会の中の,あの出品作家である修造安土ガリバーさんの作品というものが、えー、今回、えー、登壇いただいているエリカさんの,あの所属しているニューヨーク近代美術館で修造、えー、されて えー、コロナ禍で展示されているというそういう経緯もあるので、今回そういうお話も伺えるのではないかなというふうに思っております。えー、エキソニモ展はコロナ禍で開催された店で、えー、まあリアルとオンラインの展示手法を駆使した展覧会という部分がまあ強調されてきたんですけれども、インターネットのアートを出発点に90年代から活躍し拠点をニューヨークへ移して活動する日本人の アーティストデュオであるエキソニモの作品を通じてインターネットなどのメディアの展示の再現性、えー、アーカイブの問題というものをメディア史の中で考察していこうとした展覧会でもあります、えー、そういうわけでこのエクスパンデッドシネマ最高点と、えー、エキソニモの展覧会の2つに共通しているのは技、えー、術館の、えー、展覧会の空間の 空間での展示というものが最後の、えーまあ、目標ではないようなそういう、えー、アウトプットの異なるようなメディアというものをどうやって再現していくかという、えー、部分と、えー、結びついているところがありましてそこで、えー、それを再現し,、えー、していくということがどういうことなのかというものを考えていくような、えー、ところがあった展覧会だと思っています。 えー、新型コロナウイルスのパンデミックによってオンラインを中心とした日常というものが、えー、進みタイムベースのメディアを用いた美術作品へのアクセスの方法も変化してき,きている中でパフォーマンスや映像、えー、メディアメディアアート作品をどのような形で、えー、再現し展覧会でその体験を実現していくかというものは、えー、今後より重要性を増していく課題になっ なるのではないかと思っています。エクスパンドドシネマ最高、ジャパニーズエクスパンドドシネマリビジテ、2017年の8月、えー、から2カ月間行われた展覧会になります。映像の記録がありますのでご覧いただければと思います。 この展覧会の企画にあたっては、えー、この展覧会の、えー、実現にあたっては、まあ、今見ていただいているのは飯村隆彦さんの「レッドムービーという1964年の作品を再現しているものになるんですけれども、えー、こういったあのエクスパンデットシネマという、えー、一過性のパフォーマンスに近いような、えー、ムーブメントというものをどういうふうに 展覧会で実現できるかというプロセスにあたってはこの、えー、映画研究者の平沢剛さんと、えー、ジュリアン・ロスさんの協力によって、えー、その2人の先行事例というものを、えー、参考としながら、えー、具体的な展覧会の実現に至っているという点があります。えー、この2人はハーバーーーーバドフィルムアーカイブニューヨーク近代美術館テイトモダン ロッテルダム国際映画祭やシカ,シカゴ美術館などで日本のエクスパンデッドシネマを紹介する上映会というものを2011年から積極的に行ってきています二、えー、人の活動はここ数年、映像、映画に限らず欧米における日本の60年代の高い関心と連動したものだったとも言えると思います えー、このことは国外の研究によって日本の60年代の研究がより具体化し客観的な観点から論じられ始めているということの表れととも言えると思います、えー、そして2つ目に重要なこの展覧会で心がけた重要なポイントとしては、えー、この展覧会では美術館において、えー、映像展示の今日的な役割を考察する上で えー、フィィルムメディアの再現展示を心がかけていいるという点にありますここ数年の間に写真映像の領域ではフィルム現像を行うラボが、えー、皆無となりつつある一方でフィルムの経年劣化に伴うデジタル化や保存修復の必要性が高まり欧米を中心とした美術館を皮切りにタイムベースメディアの保存修復に力点が置かれ始めてきています。タイムベースメディアは 表現形式に時間軸を伴う芸術ジャンルに対して用いられる言葉ですけれども本展では時間を伴う一過性のパフォーマンスや、えー、映像を展示としてどのように再現するかということも、えー、その課題として取り組,取り組みましたとりわけ、えー、修造安土ガリバーさん飯村隆彦さん、えー、大江正則さん えー、3人の現存する方々の作品というものは16ミリフィルムや、えー、スライドプロジェクターによる当時の技術での展示を目指し、えー、各作家の助言というものを得ながら再制作を行っていきました美術館が作品を収集展示する際にしばしば収蔵、えー、作品の体験自体の重要性というものが忘れがちであるとことがあるんですけれども えー、そもそも一過性の事象を現代において改めて体験すること自体、異なる意味と広がりを持つことでもあり、えー、同時に美術館での鑑賞体験を再考する機会を生み出すことにもなると思っています。えー、そういう意味で、えー、過去の作品を展覧会で再現することは100%できないことなんですけれども、そこの中に展示というものの体験によって生まれてくる創作性、 えー、新たな創作というクリエイティブな要素というものはあるんではないかというのが、まあ、こ,のこういった展覧会を掲げる中で、えー、実感しているところになります、えー、飯村さんの作品は映画の「映画の死」というものを示す、えー、フィルムインスタレーションとして当時発表されているんですけれども黒みを旧式の映写機でループ式に ループして投影すると何もまあ映らないその状態の映写機自体に光を当てると映写機の影だけが映し出され映画というものから解放されるためにその映画のイメージの死を象徴的に扱った、えー、作品になります、まあ、コンテンツ映像のフィルムのコンテンツを見せないで、えー、映写機の影というものが、まあ、見えるような形になっているこういうイメージと実態をいかに 企画するかということを、えー、井村隆彦さん自身、64年以降、まあ、考えてい,ているという、そういう実例の作品になります。えー、これは、64年というかなり早い時期に発表されていて、当時、これがエクスパンデッドシネマだという位置づけはない作品なんですけれども、えー、すでに、えー、当時の日本のアートのムーブメントの中で、こういった えー、表現に至る形で、えー、表現されていた、えーでまあ、これは展覧会で見せるようなための目的としているわけではなくて生み出された表現だったということで、えー、そこも含めて、えー、再現した作品になりますで続いて、えー、あの修造安土ガリバーさんコンセプチュャルアーティストの、えー、修造安土ガリバーさんは飯村孝彦さんよりも世代が やや、えー、若い世代になる方になるんですけれども、えー、このシネマティックイルミネーションという作品は銀座の、えー、ディスコテークキラー・ジョーズという場所と日経ホールで開催されたインターメディアアートフェスティバル、えー、その2つで、えーまあ、あのガリバーさんも参加される、えー、パフォーマンスに参加しているんですけれども。 このシネマティックイルミネーションというのは銀座のディスコテープのキラー・ジョーズという場所で、えー、本当に一時的に行われたパフォーマンスの一つとして発表された作品になります。えー、この展覧会ではそのパフォーマンスというものが何だったのかということを、えー、考える中で、えー、再制作した作品になります。えー、実際に えー、これはあのキラー上ズに設置されていたスライドプロジェクターというのが18台あったので、えー、18台のプロジェクターというものを360度で投影させた、えー、もので投影した16ミリ実際に当時撮影した16ミリフィルムをスライド状にすることによって通常の投影では見ることができないような映像の時間軸というものを体験で生み出すような作品になっています。 これがキラー・ジョーズの、えーえー、と一部の断面図なんですけれども、本当にアンダーグラウンドの地下にあるディスコテークの中で行われたもので、えー、当時の記録というものはほとんど残っていないものになります。実際に、えー、作家の方がこのようなスライドを、そしてその当時、 どのような形でスライドを見せていったかという記録を克明、えー、に残されていたということもあって18台のスライドプロジェクターにどのような順番でこのスライドを見せていくかということを再現することが可能になりました。でこれは2017年に開催された展覧会になるんですけれども実際には2015年前に、えー、作家の方にお話を伺いながらどのように再現するかということから えー、相談しながら実現していますそして実際には、えー、このキラー・ジョーズの空間は全く異なる空間なので写真美術館の空間に、えー、ど,れどのような形で再現するかっていうことは作家の、えー、ガリバーさんと、えー、できるだけ、まあ、大きな空間の中で再現したいというところで、えー、写真美術館の空間の地下の空間の中で 可能な限り使える場所というところを設計して、えー、技術チームと合わせて実現に至っています。で、えー、その中で、えー、すごく苦労している部分というのは、スライドプロジェクターを大きく見せるためのレンズというものを、えー、きちんとこう揃えていかなければいけないということであるとか、まあ、その順番をどのようにリレースイッチで再現するかという部分は、えー 苦心している部分になりますで、まあ、このその実現というのは何度もその、えー、タイミングスライドプロジェクターのタイミングというのは、えー、当時どのようなタイミング当時のタイミングよりも速いスピードでもしかしたら再現しているかもしれないんですけれども作家の方とそこをどのような体験が可能なのかということを、えー、相談しながら実現していったものになります。えー、最後に、えー 2000年,2000年に開催されたエキソニモのアンデッドリンク展という展覧会を簡単にご紹介したいと思います。エキソニモは日本で1996年に活動を開始した日本人のアーティストデュオなんですけれどもちょうどこの個展というものを実現しようとした際に実現しようとした際に 新型コロナウイルスのパンデミックが起こって、えー、来日が難しくなるというプロセスの中でこの展覧会が実現しました。 えー、エキソニモ展に関してちょっと短い時間でしかお話しできないんですけれども、えー、このもともとこの非常事態宣言が出る中で、えー、どのようにこの2人の個展をニューヨークに現在いらっしゃる2人の個展を実現するかということで、えー、もともとは新作を含めたあの個展にしようという話もあったんですけれども、えー、本人たちが来日できないという問題もあった中で えー、このインターネットのアート作品というものから出発した彼らの作品を、えー、アーカイブ的に、えー、年代順でこう見せていくような展示ができないか、えー、インターネットのアート作品のどういうふうに再現するのかというものなどを苦心しながら実現した作品になります。でこれは同時にリアルででで体験できる作品と合わせて、えー、ウェブ上でも あのインターネット会場というものを作って作品を体験しまた、えー、彼らの作品のクロノロジーというものを体験できるようなサイトも同時に、えー、作りましたでこれは実際にまだ写真美術館のホームページでも体験できるものに、えー、なっていますのでぜひご覧いただければと思いますで、えー、ちょっとあの足早に、えー、エキソニモ展も含めて紹介したんですけれどもこの インターネットのアート作品というものも当時の,その状況、当時の技術のブラウザーでそのまま体験するということが現代ではできなくなってしまっている中で、どのように再現し展覧会として体験できるかというものを心がけてきた展覧会になっています。この中でこうパフォーマンス的な要素を含んだメディアというものを展覧会として再現するということが 100%の、えー、リコンストラクションというものが難しい中で生まれてくるクリエイティビティみたいなものが展覧会、今後考えていく中で重要なこと、課題になっていくのではないかなというふうに思,う思っております、はいえー。非常に足早な発表となってしまったんですけれども、えー、これで、えー、私の発表は、えー、終わり、えー、これで終わりにしたいと思います、えー。本日はご視聴いただきどうもありがとうございました。 田さんどうもありがとうございました。えー、オリジナルの作品は展示は100%再現できない、えー、一期一会であるということ、優、えー、に再現には、えー、創作が伴うという、えー、ご指摘、興味深く伺いました。お手ディスカッションでも、えー、こちらの辺り、えー、話していけたらと思います。えー、続いての発表はエリカ・ペパニック・シミカさんです。 ニューヨーク近代美術館メディアパフォーマンス部門のアソシエットキュレーターを務めていらっしゃいます。2005年から MOMAPS1 を経て、現在ニューヨーク近代美術館にご勤務です。2006年に設立されたメディアパフォーマンス部門の設立メンバーの1人であり、そうしたメディアの収集プログラムの確立にも深く関わっていらっしゃいます。キュレーションの立場からタイムベーストメディアの作品の管理、保存、展示を専門となさっていらっしゃいます。 モマ PS1 で2017年に行われた巡回展、キャロリー・シュニーマン展、えー。モマでは2015年の、えー、トニンツラ展を共同企画なさっています。本日はモマで、えー、現在開催中の久保田茂子展、リキッドリアリティについてお話をいただきます。えー、エリカさん、よろしくお願いします。 本日はありがとうございますエリカペパニック清水と申しますで今回は今までの茂子久保田リキューリアリティ展についてご紹介いたしますで本店は昨年8月から開催されてあと2週間ほどで閉幕いたしますで本店の企画は2020年の春ニューヨークがロックダウンの中行われましたで最初にまず茂子久保田ビデオアウト財団のオンラインデータベースでア,セアクセスカレー 可能なななな膨大な資料に目を通さなければなりませしでしたでノーマン・バラード氏のリーダーシップとそれから財団チームのヨアキン・ザルワカさんリア・ロビンソンさんリード・バラードさんのおかげで6段中にもかかわらずアーカイブにフルにアクセスすることができました。 でめったに見ることができない、えー、久保田のスケッチや文章も思い出の品々を見ながら久保田の初期のビデオ、えー、彫刻の作品についてより深く理解することができましたそこで「モマの展示」には久保田の芸術を定義づけた重要な時期の作品群に焦点を絞ることにいたしました。 で私は既存の久保田に対する見方が電気的であると考えていますアーティストとしての彼女にもっと光を当てたかったのですえでもそのためには作品が語りかけてくるような理想的な条件が必要でした 展示デザイナーの石川博子さんと協力しましまたで当時としては画期的でありそしてデジタル化が進んだ今日においても同じくあるいはそれ以上に重要な久保田の業績を考察するような講演会を、えー、展覧会を企画したいと思ったわけです。でこの展覧会は財団そしてモマのメディア部門やスカルチャー部門を含むいくつかの部門との密接な協力の結果を実現したものです。 展示は隣接する2つのスペースで行われそれぞれが意図的に作られ興味、えー、意味を持っていますアメリカの美術館では数十年ぶりの古典ということでメディアアーティストの先,先駆者であり彫刻家でもある久保田の重要性を強調することを狙いました初期の作品は4階のコレクションギャラリーズの1階に置かれておりますで、これはより広いアメリカの彫刻の文脈と規範の中に久保田を位置づけるという意味で重要なことでした 研究者のグロリア・サットンは本店のカタログに寄せたエッセイの中でえ次のように述べています久保田のビデオチェのハイブリッド性は当時の一般的な単一文化である男性優位の美術史の物語とは相入れないと 芸術作品はビデオ,ビデオか彫刻家でありその両方ありえないと、えー、昔は言われていたわけです。これらの作品は電子のエネルギーと不覚醒な物質ビデオアートという対立するメディアとオブジェクという神聖な領域が組み合わされています。クボタはビデオをマスコミュニケーションや消費文化の領域から切り離しビデオをオブジェの一つとすることで映像鑑賞の新たな教育史を開いたのです。 クボタがフェミニストアーティストと呼ばれるのはここに見られるような初期ののののフリククサスアクションンンザギナペインティングがその理由の一つですしかし私は彼女のビデオスカプチャーが提唱するハイブリッドな介入というのもまたフェミニスト的な。 命題であると主張したいのですこれらの作品を4階のコレクションギャラリーに配置することでその重厚さと繊維さを強調しています情報伝達のために作られ1970年代までには主に企業が運営するテレビネットワークに限られていた現像え映像技術の意味をアーティストたちが理解し始めた頃え久保田はマスコミュニケーションの象徴であるテレビを個人を考察するためのツールに変身させました。 本展で最も古い作品は久保田のセルフポートレートです彼女の初期の映像実験が含まれていますカメラを鏡として使用した珍しい例ですで、私はこの作品を彼女のパフォーマティブなアクションと画期的な映像の実践との間の橋渡しとして見ていますこの作品はアーティストがビデオ技術の無限の可能性を発見した変革の瞬間のユートピアのエトスを捉えていますで、この 作品が目立つように配置されていることは彼女の日記的なビデオテキスト鏡の破片鏡や水の反射面を使った彫刻が暗黙のうちに肖像画の一形態として解釈できることも示しています。この 展覧会では久保田のリキッドリアリティの概念を出発点として彼女がビデオに感じた創造的自由とビデオが示す前例からの自由が彼女をビデオというメディアに引き付け彫刻として発表するように駆り立てた点に触れたいと思います。 リキッドリアリティは例えばクボタがリーバーでマス,コマスメディアについて解説したことにも関係しています。モニターを逆さにして不安定な水面を通してのみ画面が見えるようにしてメディアの映り込みを鏡に映したような作品です。で本店のタイトル「ウォール」にもなっているポートバッグを背負った彼女の、えー、先っ初期の写真にはビデオが重いから好きだという主張が込められています。 クボタが初期のかさばるポータブルビデオ機器によって体に残された痕跡について書いていますが対照的に現代のほとんど目に見えない記録装置について考え彼女のボリューム感のある彫刻は彼女にとってビデオ制作プロセスがいかに身体的であったかに由来していることを指摘したかったわけです。デュシャンのの作品とその 遺産をビデオの新発見の能力と意味合いを探求するための枠組みとして用いビデオを重いもの永久的なものとして仮定したデシャンピアノの作品から彼女がどのように得たのか鑑賞者に考えてもらいたかったわけですビデオモニターを回転させ空間に吊り下げて写し出す作品ですいずれも建築環境を利用してビデオと彫刻の境界をさらに押し広げ変化する環境条件に対応するものです で次に展示する、えーえー、隣接する展示スペースであるモマの、えー、クラビススタジオをご覧くださいこのギャラリーではマンハッタのンのミッドタウンを背景に久保田の環境感覚とニューヨークのアーティストとしての重要性を強調するような作品を集めてみました。 今回展示されている作品は「川ビデオ俳句ナヤガラフォールズ」など重力感が特徴的なものばかりです戦後の加工技術と自然の予測不可欠な動きを融合させ水と鏡の破片が自由に浮遊し高さ25フィートの空間を二分することでこれは手段の経済性の実践によってこれらの作品をラディカルで私的なものにしています。 初期のビデオアートが企業テレビ放送と対立するカウンターカルチャー的な芸術形態であったことを考えるとクボタのナイアガラの滝の彫刻のすぐ向こうにロックフェラーセンターの NBC コムキャストのスタジオが実際に見えるのが非常に面白いです。この作品は10代のテレビモニターと滝のように流れる高架を歪曲して反射プールの上に置き自然とテクノロジーの間の流動的な関係に光を当てています。 実際に作品を見ていると、えー、彫刻の表面に使用された痕跡が多く見られることに驚かされます久保田はマーサス・ストリートのロフトで合板の彫刻に囲まれて暮らしていました作品の寿命の重要な部分と思われる使用感の跡が見られますこの使用歴はフラクサスから得た DIY 精神の証拠であると同時に久保田が彫刻としてまたコンセプチュアルな提案として作品に取り組んでいたことを裏付けるものです。 パンデック期間中美術館ではコレクション作品のオンライン上映と関連インタビューを行うヒュンダイカードビデオビューズシリーズを開始しましたセルフポートレートは私とグロリア・サットンリア・ロビンソンとの対談記事とともに2週間限定で MOMA のウェブサイトで公開されましたこのプログラムはパンデミックの間美術館のビデオコレクションに有料でアクセスすることを可能にする素晴らしい方法でした で展覧会を保管するために付属の出版物は型破りなインスタレーションレビューさまざまな主要資料研究参考文献エフェメラそして豊富なビデオスチールからなる展覧会の各作品のビジュアルエッセイで構成されています。またクボタの仕事ぶりを見せることも重要でした。電子子的な映映像像処理ををを駆使しししててて制作いいる様子を2枚ご紹介しています この見開きページではアンソロジー・フィルムアーカイブで彼女がビデオキューレーターとしての肩書きを示すステーショナリーの画像と一緒に写っています。これらの資料はアーーーカイブをを通してて多次元的なストーリーを伝えていますで最後に、えー、クーボタのノートから水彩画の俳句を選び1974年の巡回展のカタログに掲載されたエッセイを再現いたしました。 このよく引用される文章を再掲することで新しいビデオというメディアとビデオに関わる仲間の女性のために久保田が果たした役割を強調するとともに彼女がここで特にビデオ彫刻に関連して述べている初期のビデオ制作の新体性を呼び起こしたいと思ったのです。私がこのの調査で伝えたたかったのは クボタが空間における自分の身体を意識させるような映像の見せ方を発見したことがこれらの作品のインパクトになっているということです。え最後に展覧館カタログに掲載された「グロリア・サットンのエッセイから注目すべき言葉を引用したいと思います。 久保田は自立した建設的フィルムの中に時間軸のあるメディアを埋め込むことによって見ること聞くことの集中的な行為を促した彼女は動く映像がモニュメントになり逆に不活性なオブジェクトが正義に満ちた調整の場になりうると判断したのでありありがとうございました。そしししててディスカッションを楽しみにしておりります田さん、えー、ありがとうございます えー、アメリカンスカルプチャーの文脈の中に久保田茂子さんを加えるべくコレクションの展示室に展示をなさったという、えー、4階のモマのスペースは、えー、同じギャラリースペースで去年、えー、修造篤ガリバーさんのシネマイリュージョンの展示が行われました、えー、そちらは、えー、足立さん田坂さんのご発表でご紹介されていたものです 武術史の文脈の中を武術史の文脈を再考するエキスパンデッドシネマのような新たな、えー、カテゴリーの表現方法や民族ジェンダーの多様,な多様性などを、えー、含んだ再興の仕方がアメリカの美術館の展示の中で、えー、プログラムの中でさまざま行われている一例が、えー、拝見できたように思います、えー、最後の、えー、発表に移ります、えー国,際国,立えー、国立国際美術館主任 研究員の、えー、橋本淳さんご紹介させていただきます、えー。2008年よりこちらの美術館にご勤務、えー、グローバルな美術史とローカルなアートの摩擦がもたらす創造性に注目したキュレーションを行っていらっしゃいます。ご企画の主な展覧会に2011年、カザナ「風穴もう一つのコンセプチャリズムアジアから」、2015年「他人の時間」、2016年「ザ・プレイ、Since 1967」などがあります。 本日は新潟県立近代美術館、東京都現代美術館と共同主催なさり、現在、都銀日で開催中の v i、えー、ビ,ビデオ、えー、久保田茂子展を中心に、えー、日本での久保田茂子の、えー、紹介と発表というのについてお話しいただきます。どうぞよろししくお願いします。 はい、皆さんこんにちは。国立国際美術館の橋本安沙です。えっ、ー、と今日はお招きいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。とスライド1枚送ってください。えっ、ー、と。 今日はですね2021年の3月より新潟県立近代美術館で始まり夏に大阪の国立国際美術館へ巡回して現在は東京都現代美術館で開催中の VIVA ビデオ久保田茂子展をご紹介しましてパンデミックのもたらす展覧会運営へのインパクトそれからタイムベーストメディア作品の展示に関連する諸問題そして展覧会の狙いについても最後にお話をします。えっと ちょっとだけ断っておきたいのは、あの今までご発表された3名と違いまして、私は特にニューメディアのアートを専門にあの仕事をしているわけではありませんで、あのまあ現代美術という非常にあ,のあらゆるメディウムを扱う、まあ、あの領域を対象に仕事をしているものとして、今回はまあ久保田茂子さんの展覧会を企画に携わったということになります。次お願いします 新潟県出身でニューヨークを拠点に活躍したビデオアーティスト、小牡田茂子の大規模な個展は、長年新潟県立近代美術館で温められていた企画です。2018年に、新潟県立近代美術館、東京都現代美術館と国立国際美術館でのまあ共同企画として、正式に調査と準備がスタートしました。 2015年にこの世を去った久保田の個展は日本では1992年以来約30年ぶりとなりますで原美術館で開催されたこの92年の展覧会というのはですね1991年にアメリカン・ミュージアム・オブ・ムービング・イメージというニューヨークにある美術館を皮切りに世界巡回した作家の生前最も大規模なミッドキャリア,ア・レトロスペクティブの一つのバリエーションでした。 私たちキュレーターチームは今回の企画を通じて日米で幅広い活動を行った久保田茂子という作家像のまあいわば更新と再統合に取り組むことを目的としましたこのことは日本よりもむしろ欧米の大きな舞台で活躍した久保田をどのように日本の文脈と再接合するのかという挑戦でした。 そしてその点を踏まえてえ、より大きな視野で、つまりグローバルな美術史の中で久保田茂子という作家が果たした役割とはどのようなものだったのか、改めて検討したいと考えていました。次お願いします。えまず、パンデミックと並行して運営を続けてきた本店のその実務的なあらましをお話しします。 新潟県立近代美術館は浜田真由美さん東京都現代美術館は西川美穂子さんそしてアメリカに在住の研究者のニュージャージーシティ大学の吉本みどりさんも加わってキュレトリアルチームを結成しまして2度の集中的なニューヨーク調査を終えた後、まあ展覧会まであと1年というタイミングでちょうどパンデミックが私たちを襲いました感染拡大に伴う美術館の休館 輸送困難による展覧会の延期または中止、えー、アーティストやキュレーターが渡航できないという状況を目の当たりにしまして、えー、2020年の初夏には、まあ、一度会期の変更の可能性というのも検討したんですけれども、えー、館各館の事情を踏まえて最終的には展覧会日程は変更しないということを決定しましたしかし、えー、渡航や移動の制限によって一部の調査は 難しいものと茂子ビデオアート財団においては作作品のの修復や整備の作業にも大きな影響が出ることになりましたこうしたさまざまな事情によって作品調査を十分に遂行できなくなってしまったことやまた何と言っても輸送費の高騰などによって予算の見通しが極めて立てづらくなったことで私たちは出品作品を再選定し晩年の作品の出品をいくつか諦めざるを得ませんでした。 次お願いしますそんな中で今回最も多額の助成をいただいたアメリカのテラアメリカ美術基金からの支援が決まったことそしてその後に文化庁令和2年度文化庁を優れた現代美術の国際発信促進事業の助成を獲得できたことは大きな助けとなりまた励みになりましたこの2つの大型助成金の獲得は久保田の作家性を象徴しているように思います というのは、テラ・アメリカ美術基金は、アメリカ合衆国の美術を国内外の観客にさらに慣れ親しみよりよく理解し楽しんでもらう目的のためにあるとされており他方文化庁の女性はその名の通り日本国内の優れた現代美術を国際発信する事業が対象となるものだからです。 つまり私たちはテラ・アメリカ美術基金には久保田茂子はアメリカの作家である他方で文化庁へは久保田茂子は日本の作家であると弁じて申請書をしたためたのです、まあ、この命題が相反するものではないことが久保田茂子という作家のアイデンティティであり面白みであるとも言えるのではないでしょうかまた本店には他にも複数のご助成をいただきましたけれどもこうした助成金をどのように受け入れて運用するのか その任を誰がどのような形で担うのか、えー、と新潟県、東京とそれからまあ国というガバナンスの異なる3つの美術館をまたいでの議論と運営には、キュレ,キュレーションと同等といってよいほどの多大な労力を必要としました。エキシビションマネージャーや、えー、アドミニストレーターがいないということが、日本の美術館の大きな弱点であると、えー、痛感した次次第です次お願いします。 さて、厳しいスケジュールで作品輸送をなんとか実現させた私たちはニューヨークの小田茂子財団にオンラインでスーパーアバイズを受けながら作品をインストールしていきました作家はすでにこの世を去りそして多くのビデオインスタレーションのレンダーである久保田茂子財団も現場に来ることができない状況でビデオを用いたインスタレーション性の高い作品の質をどのように判断担保するのかという課題は常に本店の中心にある問題でした。 そもそも本店には、新潟での展覧会の段階まで、キュレーターチームも財団スタッフさえ、作品が展示場で動いているところを見たことのない作品も含まれていました。また、久保田自身は生前、世界各地の展覧会に出品する中で、展示場の特性やテレビモニターの事情などを考慮した上で、同じ作品を時に複数制作し、その中で細かな部分を変更するなど、 いいわば展示ごととに異なったたバージョンをを制作することを厭いませんでした1970年代から1990年代2000年代と時代が下るにつれて撮影機材も最盛期も新しいものが登場しましたが久保田はそうした変化に合わせて機材を一部変更してきました言い換えればそれぞれの展示場所での最適解を探しその都度展示を成立させていたといえます 作家が残した指示書展示の際に撮影された記録写真については可能な限り収集して比較検討しましたそして、えー、作品の配置ですとか、えー、大まかなセッティングそのものの情報を取ることはできても残念ながらそれらは知るべき情報のほんの一部でしかありません、えー、テレビモニターの色や、まあ、モニターが放つ光あるいは照明とともにそういったものが空間全体にどういうふうに回っているのか えー、小堀田のビデオ彫刻には音や動きが伴いますけれども、えー、正常な動きとか音というのは一体どういったものなのか、えー、かつては今のように、えー、手軽にスマホで動画が撮れたわけではありませんからいくら写真を集めて設計図を集めてもわからないことはたくさんありました。 ニューヨークから久保田茂子財団にオンラインで見ていただいているのは当然ながらモニター越しの眺めになりますモニター越しで見る作品の色味と現場で私たちが見る色味はもちろん異なるものでオンラインで話すことができてもやはり障壁はありました次お願いしますともあれ新潟のインストールでは10日以上現場での議論を重ねベストを尽くして納得のいく展示を実現しましたその後、大阪、 東京と現場を重ねることで企画者である私たちも作品理解が深まりました展示することで作品の全体性をより従前に把握しいわば作品の輪郭がよりはっきりしてきました照明など演出の手直しや会場に合わせた細かな修正作品をより安全に展示できるような工夫まあそういったオペレーションの改良を重ねることができました次お願いします またかつての久保田茂子の作品を実際にご覧になった方さまざまな形でご縁があった方たちが展覧会を見てから作品についてのご意見や感想を寄せてくださったり写真や映像などの貴重な資料を見せてくださったりとこの展覧会を契機として将来に作家研究がもう一段階進むことを確信しました。 可能な限り多様な手段で、また複数の主体が展覧会を記録することが、えー、作家や作品の充実した研究を下支えする重要な要素であることは間違いありません。今あのスライドでご覧いただいている一番左の写真が真ん中に写っているのが、えー、フルクサスのメンバーで久保田茂子さんと一緒にアメリカに渡航された塩、えー、見美恵子さんです。 で真ん中は安倍周也さんで後でもちょっと出てきますけれども久保田さんのまあ制作のいわばお手伝いを何度もずっとされていてよく作品をご覧になっていた方です。で一番右はあの新潟にお住まいあるいは東京にお住まいの、えー、と久保田茂子さんの、えー、とご家族やご親戚の皆様になります。 皆さ様の展覧会会場で見ていただいて、あの昔はこういうふうに見えたとか、あのここはこうなんだね。っていうような話をたくさんしてくださって、それがまた私たちの知見になっています。えっ、ー、と、次に送ってください。えっ、ー、と、今最後に、あの多様な手段と複数の主体というふうに申し上げたんですけれども。えっ、ー、と、今日の最後に展覧会の習い、や、狙いや意義に絡めて、この点についてもう少し触れたいと思います。 ビバビデオ久保田茂子展は冒頭でも述べた通り日本では30年ぶりの個展となりました私たちは作家の一時調査から始めるような状態から着手し、えー、これまで紹介されていた断片的な久保田茂子という作家像を統合し、えー、立体的なものにしたいと考えました久保田の作品としては1970年代に主に制作されたビデオと彫刻を融合しマルセル・デュシャンをモチーフとしたデュシャンピアナシリーズ が最もよく知られています。次お願いしますえその後特に1980年代以降は、えー、3つの山川ナイアガラなどの代表作が欧米の展覧会を中心に何度も出品されましたが日本ではこれらの作品の展示機会はあまり多くありませんでした。 またライフワークとして制作していたシングルチャンネルビデオのシリーズ「ブロークン・ダイアリー」も、えー、初期から後期の作を展示場で一同に展示する機会はこれまでありませんでした。今回出品できなかった晩年のビデオ彫刻はあるもののこうした作品群を一同に展示することで久保田のビデオ彫刻の仕事を横断する関心の連続性が見えてきました。次お願いします。 えさらにビデオアーティスト久保田の原点にはえ絵画ではなく彫刻で身をなすのだという強い意志と活動があり渡米後すぐに参加し生涯そのメンバーであることを誇り続けたフルクサスがありまたその後に出会った女性作家たちとの共同がありましたまたさらにはえ久保田はビデオアートの黎明期にはえニューヨークから日本へ。 最新の情報を届けたライターであり1974年から82年まではアンソロジーフィルムアーカイブでビデオアートキュレーターを務めた人物でもありました次お願いしますこれまで十分に紹介されていないこうした久保田の活動を総合的に展覧するため手紙やチラシ、はがきなどのエフェメラ類 雑誌や単行本の副写、プレスリリースなどを翻訳を交えて展示することで、作品からは見えてこない久保田の重要な仕事を印象づけたいと考えましたえ。出品作品は基本的に同じなんですけれども、新潟、大阪、東京、それぞれの会場でエフェメラ類の展示はやや異なっています。 えー、巡回が進む中で情報を整理して、えー、追加したものがありまたそれぞれの間のローカルな文脈を反映しています次お願いします、えー、新潟はやはり久保田茂子本人の故郷であるということで高校時代の油絵などを展示しました、えー、右、あ左側に見えているのがひまわりというタイトルの、えー、久保田茂子が高校時代にま書、あ、いた絵で、まあ、新聞に載ったりなんかして非常に評価あのされています で右側は、えー、彼女が、まあ、これもやはりあの若い時に作った彫刻作品なんですけれどももうタイトルもちょっとわからないというようなものになります次お願いします。 東京都現代美術館ではコレクション展のもあも展開しまして夫であったナムジュン・パイクやフルクサスなどの所蔵品ともつながりを見せつつそしてキュレトリアルチームの西川さんが長年、丁寧に調査をしてこられたパイクと久保田の制作パートナーだったエンジニアの阿部修也さんの知見も反映されています次お願いします。 え国際美ではえ久保田さんにはこれまで歌の歴史に残る重要なグループ展に2度もご参加いただいていました。一つは1992年のえ彫刻の遠心力この10年の展開もう一つは2004年の移転開館記念展マルセル・デュシャンと20世紀美術。 でえー、いずれもデュシャンピアノシリーズを原美術館と富山県立美術館からお借りして展示したため、えー、今回の久保田茂子展では、えー、と両館から実は3度目の作品借用となりました、えー、それらの展覧会の資料から、えー、作品手入れに関する指示など、えー、現在の館長である新松敦彦に宛てた手紙などを展示もしました。 アメリカで初めに作ったのとは異なるバージョンのビデオ彫刻を作る資料などもこうした資料の調査から明らかになっています調査には原美術館と富山県美術館にも多大なご協力をいただきました次お願いします新潟大阪東京の3会場で鑑賞者が受ける印象はおそらく大きく異なるのではないかと思いますこれはどれがより正しいのか ということではなく、久保田茂子という作家の3つのディスコースがあるということです。優れた作品や作家は多面的であり、その魅力や作品性、美術史的、社会的文脈と絡めた批評性は無限大とも言えます。つまり、異なる主体がそれぞれに調査・研究し発信することで、作家や作品の意義はより立体的に、また別の文脈ともつなげやすくなっていくと言えます。 この点において2021年の夏から冬にかけて先ほどご発表があったとおり門まで小田茂子の個展が開催されたことはコロナ禍で実際に見ることがかなわなかったという現実を除けば私たちキュレーターチームにとっても大変心躍ることでしたそれぞれの美術館や研究者つまり異なる主体がこうして言説を複数化していくことが重要であると考えています、えー、と次お願いします またこうして複数の主体が発話していくことと同時にそれぞれが写真や映像音声インタビューなどの複数の手段で記録してそれを研究者間でより簡便に活用できればと期待します今回展覧会の調査のために準備をしながら、えーまあ、かつて行われた展覧会の会場風景写真がなかったりですとか動画記録がないことっていうのを本当に何度残念に思ったことか分かりません。 まあその点も踏まえまして今回は3会場とも動画の展覧会記録を撮影しています。新潟ではアート360度さんの協力によっていわゆる VR での記録が現在も公開されています。で大阪では20分ほどの記録動画を今もオンラインでご覧いただけます。 このようにオンラインでの、まあ、ミーティング、クラウドストレージの活用、YouTube などオンライン上での情報発信メディアを活用することによって、さらなるコラボレーションや調査研究が可能となるということは言うまでもありません。今回は様々な点で調査に制限がありましたけれども、久保田が1970年代からキャリアを築いたドイツを中心としたヨーロッパでの展覧会に関する調査など、今回追い切れなかった作品情報はまだまだたくさん世界中にあります。 えっと最後になりましたけれども、えー、本展は2月23日まで東京都現代美術館で開催されていますので、えー、ご移動がかなう皆様、ぜひあの足を運んでいただいて、実際に作品をご覧いただけましたら幸いですごごご視聴あありりががととううざざいいまました橋本さん発表ありがとうございます。 えー、これで4名の、えー、専門スペシャリストの皆さんの、えー、展覧会やプロジェクトをベースにしたケーススタディを発表いただきました。さまざまな、えー、ディスカッションのポイントを、えー、ご提案いただいたと思います。えー、これを一旦、えー、とお休みを取ってですね、皆さんの中でこうダイジェストしていただいて、えー、オンラインの参加者の皆さんに Q&A で、えー、少し。あのー クエスチョンいただいていますが、次からのディスカッションで少し含めてあの深めて、えー、お話をしたいと思います。一旦 MC の方にお返しして、えー、また、えー、ディスカッション再開したいと思いますが、えー、はい、事務局をよろしくお願いいたします、えー。はい、ありがとうございます。ご登壇者の皆様ありがとうございました。えー、それではですね、えー、11時日本時間の11。 1>, 1時よりディスカッションの方を再開させていただきたいと思います11時まで小休憩とさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたしますはい。えー、ではフルメンバーがこちらに画面上に揃いまして Thank you everyone for joining えーと先ほど1時間半のディスカッションでさまざまな、えー、課題をあの提案いただきました4つのポイントを私の方であのピックアップしてみましたすいません私の歯届けがないと言いますが、えーえー、お話しいただいた中には、えー、ぶっこ作家の作品、えー、存命のコンテンポラリーアートの作品双方のケースがあったと思いますししかしながら共通する点は えー、オリジナルが失われた場合、修復を必要とするとき、映像作品の再現、再制作の展示について、どんな方法で、どんな倫理をもとに行っているのか、えー、ということですね。2点目、そうした作品、えー、および展示の情報のアーカイブ化、そしてリソース化の方法や課題について。 これはあの海外や彫刻という、えー、美術のメディアよりも新しいのであのこれまでのコンディションリポートのようなものとは少し違う、えー、タイプの情報が必要だと思いますそうしたものをどのように、えー、アーカイブ化しリソース化していく、えー、のが適当なのかまた3つ目としてはリモートという 大変不自由ではあるけれども、リモートという方法ゆえに、ポストパンデミックの時代、またパンデミックの最中、展覧会作りの手法を広げていることができたのではないか。それは田坂さんのエキソノマ展の場合などもあります。他の参加作家の方の,参加の,方のご意見などもこの辺りはあの伺えたらと思います。4つ目は、そうした技術的な保存、再生作、展示の可能性が広がることに。よって で十分光の当ててられてこなかった作品、えー、アーティストが改め新たなオーディエンスに紹介することが可能になり再評価というのが進むのではないか、えー、これは、えー、アジア人の作家である、えー、ジェンダー女性作家であるということでなかなかあの十分な評価がされていなかったアーティストにとって非常に有効な方法論になるのではないか、えー、そして4つの点を中心に、えー、またあの皆さんからの Q&A を含めて えー、伺っていいいきたいと思いま,す、えー、まず、えー、アンサーにお聞きしたいと思うんですが、えー、実験的映像作品の保存、リサーチ、アクセスを目指した活動を、えー、行うインスティテューションを設立なさって、さまざまな成果を上げていらっしゃいます。えー、まず、えー、お伺いしたいのが、何が日本の実験的映像作品を巡る,る状況の中で必要か、えー、何が欠けているか。 えー、実際にそのジャンルの、えー、作品と向き合っていらっしゃって、えー、アンさんの、えー、印象、えー、サジェスチョンなんかをお知らせいただけたらと思うんですが、はいえー。私は、えー、この前は MOMA で、その前はエレクトロニックアーツインターミックスというところで働いていたんですけれども、えー、EAI はビデオアートアーカイブで、えー、そこで、えー 日本の実験ビデオ、ビデオ作品の上映プログラムを、えー、キュレーションしたときに、えー、気づいたことは、えー、EAI のようなビデオアーカービューというような機関が、えー、日本にはなかったということが気づいてそこ,そこがスタート地点で、えー、この CCJ を運営することになったんですけれども えー、アメリカでは EAI だけでもなくあ、えー、ビデオデータバンクというビデオアーカイブだったりまた美術館あや大学でも、えー、実験映像作品の、えー、アーカイブを、えー、積極的にサポートしてきているっていうあ草の根の、あのーえー、運動が 1980年代後半の頃からあったんですね。なので、そのような、同じような運動が見られなかったと思うんですけれども、日本では、えーとえー、こういうインディペンデントな非営利団体だったり、えー、そういう方々、インディペンデントのアクティビスト方たちが立ち上がって、 美術館が、えー、ビデオアート作品とか事件像の所蔵に、えー、アクティブに、えー、携わるっていう方向性っていうのが、えー、ない場合に日本で、えー、そうですねこの連携をとってコラボラティブに、あのー 事件映像を保存していくっていう手法をあの編み出しました。答えにななってますでしょうか <laughs>、はい、なるほど、えー、お,そおそらくその、えー、質問で田坂さん、いかがでしょう特に写真映像メディアに特化した日本の美術館、写真美術館で、えー、恵比寿製造祭のような、えー、企画を、えー、特化して。えー ディケイド以上なさっている中で、えー、年浴びの状況や日本のそのアーカイブという状況に対して、えー、課題であるとか現状であるとかについてコメントいただけますかニュートでなってるいはい失礼しましたえっ、ー、と日本の場合はあの美術館自体が写真美術館九十五年からなんですけれどもそういう メディアアートですとか映像複製技術を使った技術美術館というのがちょうど80年代の後半ぐらいから川崎市の市民ミュージアムですとか愛知の芸術文化センターそこはもともと私自身が中谷富子さんというアーティストのところで働いていてそこで中谷富子さんが70年代後半から80年代にビデオギャラリースキャンというものを 立ち上げられていて、えー、そういったあのインディペンデントにビデオアートっていうものをサポートしていくようなあの動きをしていく中で、えー、後半に日本の美術館が、えー、できた時にビデオアートをこう収蔵していくっていうあのものが動きの中で写真美術館が95年にできていく、まあ。そういう下地っていうのはあったと思うんですけれども、えー、逆に 今回、私がちょっと発表の中で扱っているようなパフォーマンスの、そういった、そういった動きっていうものに私自身もすごく興味があるんですけれども、パフォーマンス的要素であったりとか、あの、映像に記録として残っているけれども、どうだ、実際はその時どうだったんであろうかっていうような、そういう要素の部分っていうものの記録なり歴史化というものは、まだ、あの、 未知な部分があるなというふうに思っていて、えー、実際に日本にそういったものの下地はもともとちゃんとあるとは思うんですけれどもそれが共有されていなかったりあの美術館同士でシェアされていなかったりそういうところから今あの何ができるかなという観点から、まあ、あの展覧会を開いたりっていう流れができてるかなと思っています。あの あの、イビス映像祭は岡村慶子さん、あの、今は現代美術、東京都現代美術館にいる岡村慶子さんが立ち上げたフェスティバルなんですけれども、それも、やはり日本にある映像文化っていうものが、あの、こう、いろいろこう、あの、ある中で、じゃあ今、えー、立ち上げるときにどういうことができるだろうかっていう関心の中で、まあ、成り立ってできてきているという部分が、 あるかと思います。すみません、あまりあのきちんとした答えになってないんですけども、ね。え、ありがとうございます。えー、では、あのー、アメリカの美術館のケースでエリカさんにお伺いしたいと思います。え、うん、もまでメディア＆パフォーマンスディパートメントの設立に立ちあ立ちあわれて、えその分野の作品の収集方針などの確定にも関わっていらっしゃる。そして、まくぼた店をご企画なさった。 MOMA における映像作品の保存やアーカイブ、えー、そうしたディパートメントの構成や収集の方針みたいのについてですね、少し、えー、お知らせ、えー、語っていただけるでしょうか。こんにちは。ありがとうございます。参加させていただきました。ありがとうございます。ユキさん、であの翻訳が聞こえないんですね。あら、大変ですね。 もまではメディアとパフォーマンスの部門をですね、あなたが立ち上げたわけですよね。で、あそこにですね、ミッションがあったりですね、そのコレクションに対するですね、考えがあったと思います、そのジェンロに関して。それから、 まあ、切れたとして、ですね久保田茂子の,あの展覧会をですねえプランされたということですねえですから、まあ、その部門のリーダーとして、です、ね、え他のですね部門の構造であるとか、コレクション、収集、それから保存、それからそのようなアイディアについて、ですねお教えいただければと思います。ははい、はい、いいでですよではまたそれから じゃあどういう風にですねその実践が変わったかということですねパンデミックと前後でそれもお話ししてもよろしいですかいいですねえぜひお願いしたいと思いますではまずこのメディアそれからパフォーマンスの部門なんですけれどもこれもいろいろな機がありましたいろいろな時期がありましたそしてまたもともとはフィルムということでそれが今度はフィルムとメディアを含めるようになって そそしててままたれれが2つに分かれてますフィルムのそれからシネマの部門でありそれが一つ独立したものとしてありますしそしてまたメディアはメディアで独立したものとして部門がありますメディアプラスパフォーマンスアートです。 そして今そこではメディアパフォーマンスということでメディアとパフォーマンスを含めていますそしてまた名称も変わってますがでも私がこの,ュージーカーあの美術館に入ったのが2009年ですがあごめんなさい <laughs> 2007年でしたでその時には部門はですねその部門が一つのものとしてあったんですその独立したものとなりましたそこで私たちは 独自の,独自の、えー、スタンダードを作らなきゃいけないということになったんですどういったものを入れるかもちろん、えー、私たちはその中で今でシングルチャンネルビデオとか昔のビデオとかを長年、えー、やってましたけれどもそれが今度は、えー、フィルムの部門に入ることになりましたフィルム部にですので私たちが作ったのは、まあ、いわば、えー、フィルムのアーカイブに行って でそれはまあフィルムの部門に入ってるんですけれどもそしてまた今もそれは、えー、今も行われていることで話題になってるんですけれどもでそこで始まったのはまずコレクションのマニュアルを書くことから始まりましたそしてそのカタログに入れる表、まあ、スタンダードを決めるスタンダードをまず設立するそれからメディアの。えー そしてまた分かったのが最初のうちに分かったのが、まあえたえー、どういうふうにコラボレーションするかということです。えー、保存やそれから補修とかですねそれがどういうふうに関わってくるかそしていくつかの理由があって、えー、展覧そして、えー、展覧補修、えー、全部が深く関わり合っている。なぜなぜらば、えー、やははり、えー、それは やっぱり全部が実現しないと本当の意味で理解することにはないんですですすから、理解するということ、まず,まず、えー、保守するということ、です保存するということ、保存した上でです、ね、できるだけ準備が整ったらそれを展示する、またその逆回りです。で、今は、えー、パンデミック後ということは、その共同はもっと今よりもまた重要になってくると思います、パンデミック後はさらに重要になると思います。 そし,てまた続きそして今、始めたところなんですけれども、どうやってこういった作品をバーチャルなプラットフォームで展示していくか、そうすると、またこの共同というのは、他の部門との協力というのがより広がっていくことになります。どうでしょうか、ちょっとお答えになったでしょうか。はい、部門とおっしゃいましたが、具体的にはどんな部門でいらっしゃいますか。 Could you hear? 聞こえますかさまざまな部門、さまざまな部ということなんですけれども、では具体的には、そうですね、MOMA で、えー、共同している部門というのは、具体的にはどういった部門ですか、どうでしょうか、保存でしょうか、保存でしょうか、あちょっと待ってください、<laughs> 猫が鳴いてますね、えー、ちょっと待ってくださいね、ちょっとちゃん、えー、あ分かりました、ここですね。 このチャンネルですね。はい、えー。はい、そうですね。今のところはそうですね。とてもラッキーなんですけれども、も、えー、メディアのその保存デパートメントというのがあります。保存部というのがあります。2, 2つのもう、えー、メディアの保存に、えー、ですね。それからまたチーフの方でですね。2人の方。 ですねえー、その2つ、そういった経験を持っている方がいらっしゃるので、えー、本当に強力なサポート構造というのがあります、えー、美術館の方でもそういった、それからまた、では、どうでしょうか、ちょっと詳しいことということなんですけれども、もちろん、とてもオーディオ・ビジュアル、AV デパートメントとも、それから技術者とも厳密に、緊密にしています。 それから、そそういった技術者の方それからまた保存者の方ですね、そのメディアの保存者の方、保存してくれる人も専門の方もいらっしゃいます。できるだけそのエクゼビションのファイルを作る過程というのをマスターファイルというのを作るようにしてシンプル化しているようにしています。なので、そういったものも美術館にとってはとても大事です。そのの保存の ですね、保存の専門にある方はマスターをどうやって保存したらいいのかということに関して知識を持っていますのでできるだけいい状態でということそういったことを専門の知識を持っていますのでなのでそういった方とですね関連していくですね連携していくということが保存の上ではとても大事だと思いますですねそうじゃないとあの分かれてだととてもそういったことは難しいと思いますそそののメディアの保存それから AV そういったものをそれからまた展覧会のデザインについても考えていますで新しい方法のアクセス方法それもまたメディアとの連携になりますなのでまだまだ時間はかかってくると思うんですけれども連携考えてありがとうございました、えー、そして美術館にコンサルーターや、えー メディアのディパートメントがあるという形ですが、アンさん,、えー、アンさんのオーガニゼーションではどういう形でコンサーベーションを進めて、そしてそれを写真美術館やモマにこう寄贈していくという活動をなさっているんでしょうかはい、えーと、それの前に先ほどのコメントを、えー、訂正させていただきたいと思います <laughs> えと、えー。日本ではインディペンデント活動がないということを Uh, 言いたかったのではなく、um, 長谷川さんとか、えー、と田坂さんのコメントにもありましたけれども、ビデオギャラリースキャンとか、えーと、ビデオアートセンター、えー、宮家などがありますけれども、えーと、アメリカではそういった草の根の運動がコレクティブな、えー、とノイズを出した。その結果、NEA とか National Endowment of Art、えー、国の女性、 団体とか NFPF、uh, NF F, National Film、uh, Preservation Foundation っていう、また国のフィルムの保存のためのファンデーションができたっていうのが80年代後半、uh, NFPF の場合は。なので、えー、とそういった、えー、とコレクティブな運動がビデオアーカイブのサポート、サステンにつながらなかったということを言いたかったです。 えと先ほどの神谷さんの質問ですけれども、えー、CCJ では、えー、一つ一つあ女性をあ受け受け次第できる範囲であ保存できる作品をあ選んでいます。でその方法というのは先ほどのプレゼンテーションでも、えー、と言いましたけれども、えー、こちらから 調査を、えー、オーガナイズするときもありますし、えー、でその場合は、まあえー、2016年2018年の場合はニューヨークのアーキビストをあの送って日本の作家のスタジオで調査させていただくっていう方法を取ったんですけれどもそれは、えーとまあ、アメリカのアーキビストをあの使いたいっていうわけあだけではなくてプロフェッショナルエクシェンジとしてあの 東京のアーキビストとの,あの,そのネットワーキングを作るっていうのは最初から趣旨でした。で、えー、結果的に今それが出来上がっていて良かったなという、えー、思うんですけれども、まあ、その、えー、報告、その調査をした後で報告書がありまして、でそこの、えー、保存しなければいけないっていうリストの中から、えー、研究者、 今度は研究者との相談で、えー、とキュラトリアルとか研究のフィールドの中でどの作品が重要なのかっていう、うん、議論をしながら、えー、予算内でできる範囲の作品を一つ作品一つであったり二つであったりっていう <laughs> まあ細々とですけれどもやっています。で、それで、えー、とできたフィルムネガとかあ えとデジタルマスターとかは、えー、CCJ ではあの保管はできないので、えー、アーカイブ機関と連携を取って、えー、ほほ保管していただいています。ありがとうございます。あの役割分担をこうしながら専門家と、えー、コラボレーションしながら一つの、えー、段階に進んでいくという、えー、プロセスがよく分かりました。えー、と皆さん、えー、おっしゃるのが、えー タイムベースメディアにおける保存と修復ということを、えー、何度もおっしゃっていらっしゃいます。その中で、えー、質問が入っているんですが、戦、えー、後日本美術の専門家でいらっしゃるトミ、えー・富井玲子さんから、えー、エクス,ス,スパンドシネマのような、えー、復元、修復については、一過性のパフォーマンス性が高い。えー ものであるのでで、あ作家からの調査が大変重要なもので必要になるでしょうが、えー、フォーマルインフォーマルな会は、えー、2つをどのように、えー、使い分けて、えー、調査をしていらっしゃるかまたそれに加えてどのようなあの資料、えー、を使ってそうした保存、えー、修復に向かっていらっしゃるのか、えー、どなたかお,お答えいただけるようならお願いいたします。 まず、あの、エクスパンデッドシネマに関して、<laughs> あの、これはそうですね、あの、えー、やはり基本的には作家からの情報源で、あの、フォーマルな、あの、オーラルヒストリーとインフォーマル、インフォーマルな、その、えっ、ー、と、リサーチっていうのは基本的に展覧会の前提となる部分だとは思うんですけれども、えー、この、え、例えば、えー、 修造安土ガリバーさんのケースで言うと、あの、すごく情報が残っていないということもありまして、ご自身の資料っていうものをまずリサーチしていく中で、ご自身の,あのヒアリングっていうものをインフォーマルに毎回毎回レコーディングして、ものすごい量のビデオの記録を、本当に何十時間というビデオの記録を取っていました。それはあとは、その展示方法っていうものも、 その当時どのような順番で、えー、見せていっていたかっていう記録だけが残ってるんですけれどもじゃあそれを実際に、えー、今回の展示でやる場合にかあのどういうふうにするかっていうことはその時に生まれてしまうことなのでそれ自体を話しているところとか実験をしているところも全部なんか隠し撮りみたいに固定のカメラでずっと撮って、えー、まあその。 私自身もそれが忘れてしまいそうだったのでということもあってかなりの量のビデオを記録して、えー、かえってそれは作家の方はそれがあのあのコンセプシャルな方なのでそれを全部私も欲しいみたいな形であの作家の方とも共有して、えー、一つこれも作品に,にと思えるようなあのコメントをご自身もおっしゃってたんですけどもそういう記録の取り方をその時は あのしましたで同時にあの、アダッチ・アンさんにもご協力の,あの ACC の中でも、えー、ガリバーさんの,あのインタビューをするというようなものを、あの公にするようなインタビューっていうものをあの作成したりということは、同時にこっやったたりとかはしましまありがとうございます。 えまた、さ、え、ん、ー、に消える場合というのは、えー、ベストな、えー、タイプだと思うんですがぶっ子作家だった、えー、久保田茂子さんの場合の時などは、えー、橋本さん、えりかさんどのような他に方法を取られたりなさっていましたか。 あでは私の方から先に、えー、と今回の調査では、えー、私たちもやはりヒアリングというのはかなり大きな部分を占めました特に、えーまあ、久保田さんがビ,、まあ、ビデオ彫刻と呼ばれる作品を発表されてからに関しては、えー、と写真の記録が、まあ、そこそこ残っていたりですとか、えーまあもう 例えば70年代前半の作品なんかは見たよという人は少なくはなりつつあるんですけれどもまあそれなりに何らかの資料が残っていたりするんですけれども、えー、彼女が渡米する前にかなり重要なパフォーマンスを行っていましてでそれについては例えば見た人というのが今ほとんどあの、えー、同じイベントに出てた例えば井村孝彦さんですとか塩、えー、見美恵子さんとかあのいろんな方に。 話を伺いに行ったんですけれども、やはり皆さんなかなか覚えておられるわけではないと、まあ、ただそのとにかくそういう証言が頼りになってきますので、あのひたすらそれこそインフォーマルなと言いますか。まあ、あの私たちの間でえー、ま6、あ。それこそインタビューを録音させてもらったり、とかしながら、あの記録を取って。まあ、私たちの調査資料としてはストックをしています。で、まあ、あのそれを例えば今後どういうふうに扱うかということは、あの特に。 ってはいないわけですが、えー、まあそういったようなインタビューですね。はい。はい。ありがとうございます。えー、そうしたあのー、作家のインタビューや過去のアーカイブの一つの例として、えー、ジョン・ジョナス・ノレッチベース。 あというのがあの最近リリースされたんですねえジョン・ジョナスさんは1937年生まれで久保田茂子さんと同じ年だと思うんですけれども京都賞などを受賞なさって日本でも あの展示やパフォーマンスの経験が多いと思うんですが、えー、ご存命でいらっしゃるのと、まあ、先生をやってたこともあるのであらゆる展示のアーカイブいろんな場所でどんなふうに展示されていたかというのを NYU や、えー、UCLA ケベック大学と一緒に、えー、全部イうケベック大学と一緒に全部オンう ラインでまとめて、えーケース、いろんなケースでこういうのがあるので今後こういうふうにしたらいいというリソースとしてオープンリソースにしているリンクがあるんですねちょうどディアのビーコンで去年の10月にオープンした時に、えー、それがこう一緒に、あのー、リリースされるというので大学などの研究機関や、あのー、アンさんのようなあのー。 5階レーズンでやってることをこう集中してこう。オープンリソースにすると、あのまた新しい展開が見えていくというようなケースとして、えー、気がついたところがありました。ちょっとあのチャットなどでリンクをお送りしたいと思います。そうした、大学などの研究機関と何かこうあの連携するような例はあるでしょうか？今までは例えば古橋誠二さんの展示のあのコンサーベーションなんかは、えー 大学となさっていたようなのを聞いたことがあるんですが、エリカさんどうでしょうか。うん、そうですね。あの少しあのまああの私がまあきちんとお答えできるかわかりますけどですね。例えばですねメディアアートとかですね考えた場合にですね。 例えばガイドラインをですねあのやるものがあります。それから キュレーター、タそれからコンサーバーターです、ね、あるいはその技術家ですね m o ですねテイト・ミュージアムなどもです、ね、参加していますけれどもこのアーティストのノリジュベースとは違うわけですけれども、まあ、少しです、ね、古くはなりますけれどもこれは2003年に作られたものがありますその一般的なガイドラインそれから指針というのがですねあの作られましたのでこれが現在にもでする、ね、る部分があると思います。 Thank you. そうでは、えー、ちょっと少し違う方向に、えー、展開して、えーっと、橋本さんもペパニックさんも、えー、久保田茂子財団からの、えー、アーカイブの情報に大変、あのー、助けられながら展覧会を作ったというお話をいただきました。 のの展示の時に、まあ、あの技術者というのが非常に重要で、えー、ですがこの、えー、パンデミック時行けないという不自由さもあるけれども、えー、そこをまたリモートゆえに、えー、行っていたというご体験もあると思います。えー 他坂の基礎にもても、作家が来れないという状況で、逆に何か新しい展開があったというふうに思うんですが、この、えー、リモートの可能性、ネガティブな面だけじゃないところというのは、えー、何かご指摘いただけるでしょうか。えとそうですね、まああのー 例えば日本の、まあ、多くの美術館ですと例えば私の勤め先もそうなんですけれども特にニューメディアを専門的に扱うわけではないそして、えーまあ、日本の中には残念ながら例えばそういったメディアに特化したレジストラを美術館に置いているなんていうところはほとんどないわけです、まあ、一部のいわゆるメディアを扱うような美術館にしかそうい,うそういった方はいませんので、えー、とじゃあさあどうしようっていうところから正直始まるわけです。 で、えっとまあ、要するにこういう展覧会の機会をいただくことであのその「さあどうしように」に無理やりにでもある程度こう対応していくっていうことと、えー、例えば今回の巡回展だと、えー、まずじゃあ展覧会場に w i f i を引きましょうみたいなとこから始まる。 話もあったりするわけです。あの、なかなかアメリカの方には信じがたいかもしれないんですけれども、とか、例えばそのクラウドストレージっていうのを、あの、今、本当に当たり前に使う、皆さん、例えばその仕事以外でも結構使われると思うんですけれども、じゃあそういうものを、えっ、ー、と、美術館の中でどうやって、えっ、ー、と、使うのか、そのセキュリティの問題ですとか、まあ、いろいろそういった障害になっているものを、なんとか突破して、みんなでその、 あの共同のプラットフォームをうまく作れないのかということを、まあ、ある程度ちょっと無理やりにでもみんなで考える機会になっていくというのは正直なところあります。でもううつはは、えー、そうやって、まあ、あの今回でしたらあの,小田店の場合は あの館,内の館内にはエンジニアがいませんので、まあ、そういった仕事をしてくださる館外のエンジニアの方と共同作業をしていって3かを巡回していくことになるんですけれども、まあ、そういった時に得た知見をですね、まあ、例えば技術的な問題の解決ですとか、まあ、こういうふうにこういうことは準備しておいて それこそまあそこから発展してニューメディアを扱う美術作品の収蔵についてはどういうふうに今後考えていったらいいのかみたいなことがあの知識としてまあその企画展を通して入ってくるわけです。でそれをどういうふうにして美術館の方にまあ知識あるいは経験そしてネットワークとしてストックしていくのかっていうことは非常にあの重要なことではないかなと思って、まあ、それを得るいい機会になっているというふうには思っています。 ありがとうございます。今回は日本の各地の美術館からキュレーターの方福岡会場に来ていただいているのでこうしたリモートでの展示の可能性や制作展示についての可能性を少し伺ってみたいと思うんですが例えば日本でも非常に特化したラボットを持っていらっしゃるワイカム の吉崎さんなんかにですね、えー、最近行われたホーツニャン展、えー、シンガポールの作家、えーあのー、制作の展示もあのリモートで行ったと伺ったんですがもしよければケーススタディとして、えー、少しご紹介いただけないでしょうか。突然のえー ポイントですすすねよろししくお願いします、はいいままはありがとうございます、えっと、非常にあの皆さんのお話聞かせていただいて、えっと、当館でもその基本的にメディアアートというメディアートパフォーマンスといったタイムベースとメディアの作品制作を行っているということで、まあ、うちはその長期的な視点に立ってそのコレクションを形成するような。 現時点ではしていません一部を除いてコレクションはしてないのでその保存っていう観点長期的な視点での保存っていうのがちょっと欠けているところはある、まあ、課題ではあるとは思いますただ、まあ、そうまあ内部にラボという作品を作るためのチームがいることによってこういったリモートの環境での作品制作や、えー、その再展示 いったところで「ちょっととお話できるかなと思います。で、ー通年の作品「ボイス・オブ・ボイ,ボイド」というのは2000あ昨年ですね昨年制作された VR と複数の映像プロジェクションで構成されるものですでこちらの作品に関してはフ、えー、通ーツーネがそのパンデミック前に一度会場に下見に来た。 のだけでそれ以降はもう渡航制限パンデミックがあって渡航制限で来れない状況で、えー、作品の制作、えー、展示までやりましたで、その制作チームはワイカムのエンジニア以外にも えー、外部のエンジニア、えー、アニメーターなどドラマトリグいたんですけどもみんな日本にいるスタッフでしたなので作家以外は全て制作者スタッフが、えー、日本にいる中で作ったものですで山口で作品を公開した後に京都で、えー、巡回京都に巡回しで現在は韓国で巡回しているんですけどもこの3ついずれのケースも作家 実は、えー、この作品というのは本当に VR、えー、が、まあ、ありその特にアニメーションとか立体音響とか VR の特にインタラクションの部分とか、まあ、複数の制作工程を経ているんですけれども約10人、まあ、8人のエンジニアとなる技能を持ったエンジニアがそれぞれの工程をこう同時に進めていく。で一方で 脚本も同時に進行していくという感じで、本当に全て基本、脚本以外は日本側にいるので、ね、作家が全てコントロールができない状況で作りました。ただ、今回、法通年の場合,場合は、全てその工程をコントロールするということはせず、ある の複数のパラメまあ作家の言葉を借りるのはパラメーターその進む作品制作のまあ根幹となる基準であったり方向性であったりそういったものを設定しそれぞれのチームがこうそのパラメーターを元に作っていくということを行いましたで最後にその異なる技能を持つスタッフが作っていったものがの集積が会場で えー、一つの作品として立ち上がったっていう感じだったのでこう作家が全てコントロールするっていうものであればこのリモートの状況ではかなり困難だったと思うんですけどもある程度作家がそのコントロールを緩めるということをしたことによってでかつこのコラボレーションという形だったからこそできた、えー、ことだったんじゃないかなと思って。 います。で、ちょっと、その、再現、展示、そのアーカイブとか、そのリソース化っていう話が出てたので、ちょっと y イカムの現状も含めて、えー、今日、続けて共有させていただきたいんですけども、y イカムは先ほど言ったように、そのコレクション、まあ、 をこう形成するっていうことは、このミッションとしてはなく作品を作るっていうことをミッションなんですけども、その作品を巡回していく、大通年のケースも3回巡回していくことによって、その展示のまあ知識とかどうやってどこまでが会場に合わせて作品の形が変わっていく。そういった場所に応じてまあ複数、橋本さんも先ほどおっしゃったように、その巡回することによって、 作品の理解が深まってくるし、その作家のどこまでがこう、まあ、大事な部分はど、守らなきゃいけない部分はどこで、どこまでは許容できるのかっていう、いろんなバリエーションが複数会場でやることによって、えー、技術スタッフの中でもそれは継承、あの、蓄積され継承されていくっていう。だからその再展示であったり、巡回っていうのを非常に、そう、こういうタイムベーストメディアを扱って、まあ、再展示していくっていうことは非常に重要なのかなと。 思ってますでただ、まあこういったその機械を扱う電子メディアを扱うということでそのやっぱり数わずか数年前に作ったソフトウェアがもう動かないということも起こってますし、まあ、OS が例えば PC の OS が変更になったらもう動かない作品だってあるということで本当にその度にメンテナンスを行っているという状況です。でまあ YCOM がその再展示保存ということに意識もう本当にしなきゃいけないということに意識が変わったとっいうのがあの2015年に三上聖子さんが亡くなったとっいう YCOM でも2010年11年、まあ、あたりで作品を作一緒に作っているということでその作品をどうこれから再,現再展示していくかということで、まあ、それが大きなきっかけになり当館、まあのアーキビストが中心になって保存修復 アップデートしててているっていいっっるとうことを行っていますでラボを持ってるっていうことのメリットとしては、まあ、ワイカムで作ったからこそ残せるあ直せるで制作公開当時の作家があスタッフがいるからこそ直せるでいない場合はまあ呼んできても修復を行うただ今現時点ではやその問題が起こってからやるっていうどちらかというと対処療法的なものになっているので バイカムととしてても長期的な視点が必要課題だとは思っていますただこういった意識の変化っていうのがその作品を作るっていうところにも今生きて生きているような気がしていてこう作家と作品を作る段階で作家がこう、まあ、何どんな機材を使うかそれが何年も持つものなのかとかそういったものをちょっと 長期的な視点を持って扱う機材、メディアを選択、提案していけるっていうことができあので、まだかんどうしても目の前の作品にこう集中しているとなかなかできないんですけども、そういった視点が今入ってきているところかなと。で、先ほども上がってたその倫理の問題で、どこまでがこう改変というかアップデート可能なのかというところは、 本当に今生きてる作家あ、生きてるアーティストが生きてる時に、その辺の権利関係、権利処理などを、その作品の同一性をどう担保するのか、その公開当時の機材をキープす,すべきなのか、あるいはそこではなく、作品のコアがそこではなく、機材をこう変えていけることができるのかっていうところは、そまあ 契約などでこう今、弁護士とも相談しながらやすあのどうしたらいいのかっていうのを、まあ、ケースバイケースにはなってしまうんですけども進めていっている、まあ、そういったノウハウを蓄積していってちょっとこれはまだ館内で話し合っている状況なんですけどもアー,アーカイブ担当と話し合っている状況なんですけどもオープンソースという形でそういった契約の情報、まあ 内容は全部出せないと思うんですけど、情報であったりとか、その使用書、その技術を継承していく、そういったものをどうやって作っ資料をどう、えー、アーカイブ化していくかということはやっていきたいなというのは、今、現時点で話しているところです。 ありがとうございました。えー、エリかさんがおっしゃっていた、えー、保存、ケア、メンテナンスという、えー、言葉を言ってらっしゃいましたが、それが非常にやはり、えー、重要であること、また、あの、アンさんがおっしゃっていた、いろいろな、えー、技術者とのコラボレーションが、より、あのー、重要になっていくという例を、えー、ワイカムの吉崎さんのお話からも、えー、 感じられたというふうに思います、えー、他にもこう、あのー、メディアに特化していなくとも、えー、ビデオ映像を、あのー、取り上げるアーティスト多いと思います、えー、例えば京都近代美術館で行われたピピロッティリスト展 LA、えー、モマンでもピピロッティリスト展を行われていますが日本でも水戸と京都で行われたと思うんですが木道、えー、さんそのお話やまたコレクションした時に えー、そうした作家が来ないということも想定した、えー、これからのまあ、展示なんかもお話しいただけたらと思うんですが。つながるでしょうか？間違ってます。聞こえますでしょうか。はい、声の出演ですね。うん、そうですね。聞ますか <laughs> えっと映像はないかなというところですかね。あの、京都国立近代美術館のあ口です。今日はあのオンラインで。の いますあですねはいあビデオ出ますね出ますねすいませんはいよろしくお願いしますであのー、私の方はですね、えっと、去年の4月から、えー、ピピロティリスト展を京都で開催しまして水戸に巡回しました、えーえー、ピピロティリスト本人は、えー、およびスタジオのスタッフ全員がですね結局 えー、来日でできないといとう状況の中での中展示完全なリモート展示でした。でまあもともと延期を2020年の開催を2021年に開催延期したということで作家、えー、さらにどうしても、えー、国境の問題で渡航の問題で来日できないということが、えー、展覧会の開催直前に、まあ、分かって。 当初作家はは前向きででなかったんですねリモート展示にやっぱり自分が行かなければ展示できないというふうにこれまでしたことがないということでそうだったんですけれどもあのー、まあじゃあとはいえ再延期というのは難しいとで少なくとも展覧会をまあ開催しないよりはした方が絶対いいということを強調しましたでというのもビデオアートの作品インスタレーションの作品あるいはタイムベースの作品というのは 展示という形でしか作品の完成形を、えー、人々に体験してもらうことができないという、すごくその絵画とか彫刻と違って図版、えー、作品集、本などでですね、だけで伝えることができないという大きなハンデがあります。日本のオーディエンスに、まあ、あの彼女の作品を、えー、きちんと見せたいということを伝えて、で特にその、まあ、作家が、まあ 50年後、100年後、不在の状態でも作品を後世に残すために今、展覧会を開催する意義があるというふうに伝えて納得してもらいました。で、あの日本で、まあ、特に京都で開催してあのリモートができると作家が了承した、まあ、あのいくつかのアドバンテージが私たちにありました。それはキュレターやあの、まあ、技術者を 映像の技術者を含めて彼女の作品を詳しく知っている人間がいたことです。で、す、え、で、ー、にあのピロッティリストの作品を日本で展示するのを監修を任された映像技術者がいました。で、その人にな、まあ、協力を得て現場の責任者になってもらうということを条件に、えー、しました。で、またそのピロッティリスト自身が日本での展覧会経験も多かったことから、えー、日本人の 仕事ぶりですね非常に精緻に丁寧な仕事を完成形を目指して仕事をするという現場のスタッフの、えー、設営スタッフの質の高さというのに信頼をせてくれていたということがありますでただしその彼らとの情報を共有するために、えー、まあ、展示作業が始まる一月前ぐらいからもう週に 2、3回ですね、そういった専門スタッフとの打ち合わせ、スカイプのミーティングをですね、細かいものを重ねて、えー、かなりの情報共有を行って、信頼を得る努力をしました。リモートを展示してよかったことの、やっぱり最大は、皆さんおっしゃってるように、えっと、技術的な、あの細かいその指示書というか、えー、使用書というか、インストラクションを、 可視化する紙に書き出して細かいところまで条件を共有することができたことです、えー、ミリ単位でこう設計図を書いていただいてプロジェクションの投影位置とか、えー、サイズですね引き面の投影サイズスクリーンサイズなどを、えーまあ、先方から情報提供してもらってそれをこう、まあ、可視化するということ、まあ、これがおそらく後世に次 えっと作品を展示する時の資料になるというふうに考えられます。でそれが、あのーまあ、最も良かったことかなというふうに思います。であのー、難しかったことはですね、やはり、えっと、作品を誰も見たことがない新作を、まあ、インスタレーションを展示するということでした。であのー、ワイカムの吉崎さんが 全て新作をですね、えー、日本の現場スタッフとが作られたという話を聞いてそれはきっと大変だったと思いますけれども空間をあのどれだけ作家が事前に把握していたとしてもやはりその完成形が作家自身も分かっていないインスタレーションを、えー、と実現することは非常に難しく、えー、とおそらく100%のものではないかもしれないというところは。 えとまあ、そのキュレーターがどこまで判断していいのかという倫理観という問題と絡んでくると思いますけれども、えー、と悩ましい部分もありました。ほ、えーねまあ、他はほとんど皆さんがおっしゃっていただいていることかと思われまっとまたあの京都国立近代美術館であの彼女の初期のビデオインサレーション「Evise Overall」ーーーという作品を 収蔵をしたんですけれども、おそらくそれに関してもあの今回展示したこと経験が次の展示に生かされてくるかなというふうには思います。なところでしょうか。以上です。ありがとうございました。えー、皆さんにはパンデミック時のまリモートのいろいろのお話聞かせていただくと詰まるところはやはりあのアーティストとキュレーター の密なあのディスカッションのえ深さであり信頼でありそしてそれを支える技術者やえたちとのコラボレーションということでえ結局はやはり展覧会作りのえ元のえ立ち返るというかえこのアートあのプラットフォーム事業の国際的人的倉庫ネット ワークの構築これが、えー、どんなジャンルにおいても結局はあの実現の、えー、キーであるというようなあの感じがしています。 えー、たくさん技術的なことをいただきましたがもう少しちょっとコンセプュャルな、えー、コンテクストの部分を、えー、最後にお聞きしたいと思います、えー。こうした保存収縮が起こることでとてもいいことは今まで、えー、幻の作品だったもの見る機会のなかったものをオーディエンスに紹介することができる、えー、それが一番の、あのー、素晴らしいことではないかと思います。そうすることで、えー、久保田茂子さんって今回行われたように、えー、また初期し 初期の映像作品が、えー、リバイブルするように、えー、ガリバーさんの作品が「モマと、えー、どしゃ火」で行われるように再評価というものは進んでいくのではないかというふうに思います。 が修復される、再現されることで新しい美術史の可能性その国や都市のこうマルチプルモダニティというか違う美術史がこう重なっていくような機会になるそうしたあの感触や方法論というのは皆さんの中で考えていらっしゃるでしょうか 具体的にエリカさんはすで、えー、にモマのコレクションの中にそうしたあのアジアのアーティストの作品を挟み込むことで、えー、全体の、えー、ラインナップがこう変わってくるという形の提案をなさったりしていると思いますが、えー、そのあたりについてご意見、コメントいただけたらと思うんですけれど。はいと、えー、久保田茂子のです、ね、展示に関しましては、えー え3つの,です、ね3つのですね、コレクションがあると思います。で,で,で,でまあほとんどですねその財団から借りたものなんですけれどもほとんどですねえたで。ただコレクションに関しまして私どもですねやはりそのデジタル化というのをです、ね、あの続けております。 それは新しい発見であったり再発見だったりあるいは新しい対話が生まれたりしましたそういうわけなのでママとそのコレクションやるということはとても好きなんですそしてまたこの機会は私たちをだい,ぶ前だいぶ前に作られたものをまた見ていただけるということです久保田さんの場合にはまだその時にはまだ発見されていなかったということですそしてそしてこの またこの今またこう保存されることによってまたその注目されることになったということで意義があると思いますありがとうございます thank you 他の登壇者の皆さんいかがでしょう少しコメントをいただければ同じ重子久保建をなさった橋本さん、えー、皆さんの反応や評価とかはどうでしょうか はい、いありがとうございます、えーと。やはり久保田茂子さんという名前はまあ知って、まあ、例えばこの美術の業界におられるような方でも、えー、名前は知っていたんだけれども実際どういう作品を作っておられたのかを本当に知らなかったというお声をたくさんいただいて、まあ、新鮮な目であの作家のことを発見していただく。 いたっていうのは展覧会会期を通じてどの会場でもいただいたあの感想です。で、そういうふうな形でまああの再発見といいますか再び評価が国内でまず進むのはあのとてもいいこと。 で,私たちも喜んでいますで、えー、とその、まあ、グローバルなと言いますかあの流通している大きな美術史と、まあ、それとまた違う形で日本,日本っていうレベルでも一つ美術史があってでさらに、えー、ともうちょっとローカルな例えばそれこそあの大阪京都みたいな関西ですとか今私たちはあの福岡に来ておりますけれども、えー、と福岡ですとか、まあ、本当にそうやっていろんな形でローカルなレベルの美術史があるわけですよね。でそういうい、まあ、どれがあの 太いかとか、どれが細いかとか、どれが影響力があるかという問題ではなくて、えー、とその複数あるやはり美術史というのが、あの相互にあの絡んでいくことが、展覧会をこういろんな会場でまあ開催することですとか、あるいはそのカタログをまあバイリンガルで作って、今回はあの完全にバイリンガルにできるだけなるように努力をして、えー、と美術館ではなくて、 まあ、出版社さんからあの出版していただいたんですけれども、そういう形でこう流通させていくことによって、えまあ、今すぐには、まあ、もしかしたらわからないかもしれないんですけれども、また将来、この展覧会を一つの参照点にしていただいて、えー、また違う角度でこう出タシゲを見直していただいたり、あるいは別の何かと関係づけたりというような可能性が、えー、大いに開かれるのではというふうに期待はしております、はい、ありがとうございます。 他に何かかコメントありますかあの少しあの会場の方からの,あのクエスチョンが入っているのでよろしいでしょうかすべてのプログラム皆さんの、えー、中にオンラインのプログラムを、えー、パンデミック時に立ち上げて、えー、またあの違う、えー、オーディエンスの獲得 えー、国境を越えたオーディエンスの獲得や発信があったということなんですがそれに関して、えー、上映配信の映像などの著作権そうしたものはどうクリアなさっていますかまたあの実際にこうオンラインのプログラムをするときの運営で、えー、難しいこと、えー、課題となっていることはありますかという、えー、ご質問です。子さんから入っています 今日の発表とまた違う部分で、まさに今、エビ寿映像祭などでオンラインの上映などを心がけていこうとしてやってて、やはり著作権の問題、あとデジタル著作権というところで、まあ、あ YouTube、YouTube です、YouTube やフリーでオンラインで見せるっていうことは、すごく当たり前に行われてるんですけれども、じゃあ作品の著作権を守りながら、えー、見せていくっていうことは、 例えば多くの映画祭でデジタル著作権というものをこうクリアして見せるっていうことはこのオンライン上ですごく行われてきていて写真美術館でもそれをあの映像祭でも頑張ってやろうとしてたんですけれどもそのストリーミングのクオリティとっていうのが圧倒的に YouTube や Vimeo っていうのがフリーでやっているものの方が圧倒的にやはりそのインフラにどれだけ投資されてるかによって全然違うっていうことを。 もう検証して学んだところがありまして、えー、そういう問題やはりそのいろんな環境で見てる人がいるのでその人たちにどういうふうなよいものを届けるかっていうところのクオリティの差っていうのもこのオンラインあのコロナ禍の中ですごい2年前1年前2年前とはぐっと変わってきたりしているっていうのもあって、えー、そこのオンラインのフェーズも随分変わってきて。 いるなと思ってあのその中で、まあ、オンラインだったら何でも同じだろうって思う人が多いと思うんですけどもオンラインの中の志せるクオリティっていうのも、まあ、検証すると随分違ってきていて、まあ、大変なんですけれどもそこの部分をもう少しリサーチして美術館としても取り組むっていうことが重要になってくるかなと思っています。 なるほど、いろいろやはり著作権に対してはあのー、また違う、えー、メディアで難しいこともあるということですね。 そしてあのコロナ禍のプロログラムとといいうことで他にも質問入っていますコロナ収束後も継続することが有効だと思われるようなプログラムや方法論はありますかサスティナビリティへの関心で移動することばかりが良いというふうな形となくなった今移動最小限にするという意味でリモートで有効なことあるでしょうかということ片岡真美さんから入っています。どううでしょうか これからも続けたらいいなできそうだなということあしそうですねちょっとさっきの質問にも絡むんですけれども。あのー というのは、えっと、通訳の問題があの日本ではあのグローバルに展開しようと思って発生するということにはなるんですが、えー、今回の展覧会1年通したプログラムの中でやはりそのオンラインのインタビューですとかあのなかなかその普段だったら予算の関係でいろんな方をこう日本に皆さんお招きするってことはできないんですけれども、えー、オンラインでインタビューをしてでそのコンテンツを使って何かあの 展開すするとととといいいいいううここが可能ににななったというのはあの非常にいいことだなと思いますもちろん別にコロナ禍以前からそういうふうにやればよかったという話ではあるのかもしれませんが、まあ、今回こういうふうになって必然性を強いられてみてやはりこういうやり方は有効なのだと結構いろんな人たちが何て言いますか納得した部分もあると思いますし、えー、とそういった新しいコンテンツの作り方を私たちみんなが学んでいるという。 つまり例えば20分ぐらいでインタビューをまとめるとか、えー、と60分ぐらいでインタビューを今回はまとめようとか、まあ、どういうことを話してもらおうみたいな形で、えー、といわゆる美術館に来てもらうオーディエンスの人に展覧会とは違ったメディウムで、えー、展覧会についてより理解をしていただくというような、まあ、マインドセットといいますかそういう考え方を美術館の側も持つということですね、まあ、そういう学びの途中にあるのかなという気は私はしております。 なるほど、パブリックプログラムの充実をリモート故にできるのではないかということですね。特にま日本のように、あの遠い場所にあるとオーバースインになると非常に有効なあの方法論だと思います。どうでしょう？他にも何かありましたら、ちょっと先ほどのことにくっけ加える方。あの今、橋本さんもおっしゃってたこととも関連するんですけれども、そのオンラインがあの一方的ではなくて、やはり例えば zoom でやればクローズドで。 参加型でいろいろ交流ができるワークショップができるっていうことの有効性はあのすごくあるのではないかなと逆に、えー、SNS とかでオープンにしてしまうといろいろなこうあのシャットダウンしなければいけない問題とかそういうことが出てくると思うんですけれどもある安全性のプラットフォームの中でこうワークショップを展開していって、えー、深い議論をしていくっていうことはあの 今後どんどんあのオンラインにあのオンライン化が進むことの中で生まれてきている利点なのではないかなというふうに思っています。ありがとうございます。えー、ちょうど、えー、時間も、えー、12時、えー、こちらは10時を打ました、えー。皆さんからさまざまなあのご意見。 ご紹介、発表いただきました。えー、ケーススタディを通して、えー、これからの展覧会作り、えー、国際展のあり方について、さまざまな気づきをいただけたと思います。えー、これであの話し合い、ラップアップしたいと思いますが、あのまずは登壇者の皆さん、えー、今日はありがとうございました。長時間に経たっていろいろなあの情報を共有していただき、ありがとうございます。<laughs> また、視聴者の皆さんもさまざまな質問、お付き合いくださり、ありがとうございました。 最後にあの同日通訳してくださった前田さんと、えー、池田さん、えー、長時間ありがとうございました。Thank you very much, everyone. えー、またこのパンデミックが続くか続かないか、ただ私たちはリモートという新しいまたコミュニケーションの方法も得たわけで、えー、それを含めてますます、えー、頑張ってまいりましょう。今日はありがとうございました、えー。ご登壇者の皆様、ありがとうございました。 以上をもちまして、セッション3を終了とさせていただきます。